えー、それではですね、論文直前出題予想会ということで、えっと、ちょっとごめんなさい皆さんの、えー、最初財務かと思われてた方いらっしゃると思うんですけども、えっと監査論から始めさせていただきたいと思います、えー、担当、です。よろししくお願いいたします、えっと、まずお手元にですね、監査論のレジュメを、えー、直前予想会のレジュメをご準備いただきましてで、えっと、1ページ目をね、早速ご覧いただきたいと思います。で 1>, えっと1ページ目にはです、ね、あのまず最初に何を書いたかというと過去の論文式本試験で出ている出題内容をまとめたものを書いています。そして2ページ目の 上からちょっといったところに「論文グレードアップト連の出題範囲と、まあ、その予想というところでマークをつけていますで3ページ目には換気法の重要度を書いていてますで4ページ目はあのこれちょっと後で訂正しますけども監査上の主要な検討事項のことが書いてあって最後に「 試験上のポイントが書いてあります。で、えっとまあ今回のねこの出題予想会にあたって、まあ、皆さん監査論ではですね、他の予備校さんもそうだと思うんですけど、やっぱりね監査基準の平成30年の改定、これは正直私は一番出、えー、そうだなというふうに個人的に思ってます。なぜならば会計士監査審査会がですね、わざわざ実務で適用されていない状態のものを試験範囲にすると言ってるということは、まあ、基本的に。 あの出したいからなんだろうなって個人的には思っていますでどこの予備校さんも皆さんそれを予想してるがためにですねまあちょっとあの逆に外されるっていうこともあり得ると思うのでまあそういったことも含めてまあ予想をねえっと見て、えっと、していきたいと思っていますでえっともう一回レジュメの一ページ目をねご覧いただきたいんですがまずですね本試験の過去問の実績で出たところから、えー、どこがやっとくべきかというところで見ていくと平成25年の第二問の不正の とこ,ですね、これはです、ね、やっぱり不正の事例問題でいろいろな形に応用が利く問題なので25年の第2問の不正は,これはちょっと直前に見ておいていただきたいなと思っていますそして平成26年の第2問の特に実施論で分析的手続きと確認が出ています。 で昨今の、えー、監査論の論文式基本試験を見ていると監査手続きを具体的に問う問題がやっぱり増えています。で特にこれはやっぱり実務に、ね、出た時にできる限り早く、えーまあ、手続きをね、えーまあ、身,に身につけて、まあ、やっていただきたいという試験委員の趣旨かなとも思うんですが特にこの、えー 直近5年間ぐらいは監査手続きを具体的に問う事例問題が多いので、えー、そしてちょっと出たのが、ね、もう5年前ということなので分析的手続きと確認の問題はあのよく見といていただきたいと思います。ちなみに、えー、監査論は担当論文ともに過去の本試験で出た問題が焼き直しで出題されるということはよくありますのであのこの直近の5年以内に出てるから出ないということはあのないですので、ね、あのそこはあのむしろやっておいていただきたいと思います。そして 27年の第2問でこ,れ、まあ、ちょっとここは人に見解よると思うんですが監査上の重要性が出ています。 で重要性のこれもですね、ま準、あ、理論的な問題とちょっと事例問題と合わさったような形で重要性が出てるんですが、重要性の概念っていうのはやはりあのいつの時代にも監査論の中ではあの非常に重要ですのでここも見ておいていただきたいと思います。そして28年の第1問でリスクアプローチが大問でこれ理論問題としてドーンと出てます。でリスクアプローチは正直あのもう本当に重要なのでここまでねドストレートにドン ほんと一問出るっていうことは今後はあのここ数年はないと思うんですがリスクアプローチに絡めて出されるっていうことが出題可能性は全然あると思うのでそういった意味でこのリスクアプローチのねこれはすべて基本的なところとか応用的なところあの大事なところが網羅されてますので28年の第1問はこれはあの目を通しておいていただきたいと思います。 えー、そして29年の第2問の事例問題、ね、これも確認状が出ているんですねであと監査上の対応等が出ているので、えー、こういった事例問題というのはあのー、表向き、のいろんな、ね、事例は変わってきますけれどもあの問われる内容というのは結構、ね、似たりよったりなので事例問題29年の第2問もこれも見ておいていただきたい問題として星印をつけています、はいでえー、っと直近のです、ねえー、2ページ目に行ってたいただいて 直近の平成30年のえっと 問題でまあ、ここはですね第一問は、えー、とこれはまあ監査基準の改定に伴ってねまさかあの継続費用出ないかなと思ってたら出たんですがただ実質的な内容は二重責任の原則とかリスクアプローチの問題だったと、まあ、で第一問はまあこれはねあの、まあ、見られた方解かれた方もいると思うんですがこっちよりもですね第二問のやはり具体的なね立ち会いとか在庫に関するね、えー、在庫不正に関する手続き、まあ、こういったようなところ ととところは見いいいいた方がいいかなと思います逆に内部統制監査報告書はこれはですね、まあ、個人的にですよあんまり出ないっていうのはちょっとリスクが高いんですけど内部統制監査に関しては今年はそこまで出題可能性は高くないかなというふうには思っています。でそれを踏まえてですねその後論文グレードアップ答弁で出したところを3段階で2 0丸丸三角という形で、まあ、出題可能性の 高そううなとところに丸丸でで三角という順でつけて例えば特にですねやはりまあ第2回の2問目のやっぱり確認分析的手続き実際などのこの監査手続きねや第3回の第1問のリスクアプローチそしてあ、まあ、この辺はまああの先ほどの過去問でも重なるところなんですが第3回の第2問でね ここで少し報告論の単文式監査報告書の長所と短所とかまあこういったところをね出していますし監査報告書の日付とか直接報告論の改正論点には絡まないんですけれどもただ報告論の一環として重要なところを出していますのでまあここら辺も見といた方がいいかなと思いますでえっ、ー、とまあ重要性としてはね一応三角でで 第六回の第一問ですね。これはあの品質管理なんですが。最近はですね。ここ実務でずっと品質管理がやはり。あの重要な論点にずっとなっていて。品質管理を失敗する、したために。いろいろな問題が起きているということがあるので。品質管理に関しては、あのやはり丸をつけています。ただ、ここであの品質管理がもし万が一出たらですね。皆さんは、あの条文集が対応されますので。品規法の一号と環境の二百二十ですね。え、これを。 見れ見ばの品質管理は基本的に解けますので、えー、そういった意味であ品質管理が出たら嫌だなと思われる反面基準を見れば解けるんだというところがあるので、ねえーまあ、あの出産可能性はそんなに低くないと思うので,で丸してありますしあのただそ,こそれほど恐れるところではないかなと。で第2問のグループ監査は、ね、これは賛否両論あると思うんですが、まあ、個人的にはやはりあの2年前だったかなんかに専門家の業務の利用の一環としてあの他の監査 3人等の利用の一環としてちょっと出たぐらいなので、やはりグループ監査もあのそんなに出題可能性が低くないかなとは思っています。で第7回の不正ね。これはもうちょっとここ。もう数年来もうずっと不正は大事ですので、不正見ておいていただきたい。そしてやはり目玉のね。第8回の第1問のこの、えー、報告の特にこの監査上の主要な検討事項ですね。これは。 やはりあのしっかりとこの問題は解けるようにしておいていただきたいのでえなんとかね、えっと、あのまだ解いてない方は解くようにしていただきたいと思います。で、まあえー、第9回の第1問主体論のところ、まあ、ここはですね共同監査とかそんなに大事じゃないんですけどもローテーションがこれはあの、えー、いろいろあの。えー 規定が変わってですねローテーションが今後7年2年が7年5年とかねそういう風になっていきますのでちょっとローテーションに関しては実務上あの注,目してあの注目が集まっているところなのでそういう意味でローテーションの問題もあの見ておいていただいた方がいいかなと思いますのでこの三角の意味はど,どちらかというとこの共同監査とか概念的枠組みアプローチというよりはローテーションのところを見ておいていただきたいなという意味で1つだけなので三角にしています。 でえー、と第2問の後発事象、事後判明、会計方針の変更、比較情報、まあ、ここは、ねえー、応用論点としてあのちょっと見ておいていただきたいので丸してあると。で第10回の第1問ここなんですね個人的には特権リスクの問題でこれはあの監査上の,あの主要な検討事項がもしです、ね、あの裏を書いて試験員が出さなかったときに じゃあ何を出すかというと個人的には特権リスクに関する論点をばっと出てくるんじゃないかなというのはちょっと裏の予想としては思っていますで。特権リスクというのは、まあ、そもそもね監査上の主要な検討事項までは至らないですけれども特に監査上あの留意すべき、ね、項目ですので特権リスクに関しては実はあの個人的にはまとまった問題もここ,出てこ,こ数年出てないですし特権リスクについてはよく見といていただきたいと思っています。 はい、で、えー、とその後は。 えっとまあ、あの第2問とかねこれはまあ事例問題なのでじゅあの見といてほしいということとあと公開模試の第1回はあこれはまた監査上の主要な検討事項ということで二重丸にしていて、えー、公開模試の第2問は、まあ、ちょっとねあの事例問題がを見といていただきたいという意味であの三角ですけども、まあ、特に実査とかね、えー、見といていただきたいなということで三角ですけどもつけています。でえー、っと だだんだん、ね、これでも時間なくなってきているのでもうちょっとスピードアップというかいきますけど3ページ目の換気法、監査の基準の重要度ですけれどもあのこれはですねおそらくここ数年来、えー、本試験の回答をずっと作ってますけどもその中で あの参照して主に参照した基準ってねだからあの逆に言うと皆さん試験でここの二重丸とか丸、まあ、あるいは三角のところを見れば結構な割合で、えー、ここの基準から引用できる部分っていうのはあると思うので、えー、っと皆さんね直前になかなか時間ない中で大変だと思いますけど特にこの二重丸ついてる基準で今回新しいのは701の監査上の、ね、主要な検討事項が 書いてある701ここのところはですねやっぱりあの直前に五、まあ、一六内地は23回、ね、読んでいただくといいかなと逆にそれ以外のところが出たらもうその場であの参照して引くしかないので、まあ、ここの特に二重丸そして丸のところはあのしっかりと直前にざっとでもいいので、えー、見ておいていただきたいで逆に1回全部見ておくとですねあの試験の直前に1回だーっと見ておくと。 あの見たところから出ていればあどこかに書いてあったなというのがより、ね、鮮明に思い出せますのでそういう意味でここであの基準に丸と二重丸と丸を付しているとということですそしてですね4ページ目、ちょっと行っていただいて、えっとまあ、ここはもう本当に皆さんが予想しているところで,ですみません、本当これ申し訳ない変換の単純なミスですねなんかこれ監査中のってタイトルになっていてこれも一番あの最低な誤植ですけどすすませんここ監査上のですね監査上の主要な検討事項。 あのよくキーオーディットマターの略でカムとかって皆さん呼んでるやつですけども監査上の主要な検討事項で特にやっぱりこの監査基準のね報告基準の,この改定された部分ここはまあしっかりともう あの私なんか通常の講義で監査の目的を丸暗記してくださいってよく言うんですが、あの今回の試験ではもうこの、えー、第4の報告基準の7をですね丸暗記してもいいかなと思うぐらいあの個人的には大事だと思っています。で監査には監査、えー、まあ、線引いていただいてもねいいんです。太字のところ線引いていただいてもいいんですけど、監査の過程で監査役等と協議した事項の中から。 特に注意を払った事項を決定した上でその中からさらに、えー、財務省の監査において職業的専門家として特に重要であると判断した事項ということでまさにです、ね、この下の三角形、ね、この逆三角形これはあの会計士協会が、ね、発表している図なのでそのまま使ってますけど、えー、監査上いろんな論点があるとその中で監査の過程で監査役等と協議するくらい大事なことがあってその中で特に監査上注意を払った事項の中でさらに監査人が がですね、特に重要だと判断したものが監査上の主要な検討事項だとこの位置づけは絶対に忘れないようにしていただきたいというのとあと導入の目的ですねこれもあのこの間の5月の担当でそのままずばり出てますけども監査の透明性を向上させ監査報告書の情報価値を高めるというのがこれ ばっちり言えるようにしておいていただきたいというのと導入の効果ですね導入の効果は、まあ、あの監査の信頼性向上に資するとかですね監査や財務所に対する理解が深まるとともに、まあ、経営者との対話が促進とかねこういった言葉そしてコーポレートガバナンスの強化とか効果的な監査の実施につながるという導入の効果というところでまとめて押さえておいていただければと思いますであくまでも監査報告書上の位置づけはこれは、ね、意見じゃないんだと意見とは明確に区別する情報提供機能の発揮の一つだということであの あの今まで監査報告書で、ね、情報提供機能の発揮というと追記情報だけだったんですけれども今回、ね、このカムが増えたことで追記情報とカムが情報提供機能の発揮の具体的な例なのでその2つと情報提供機能の発揮がこの、えー、監査上の主要な検討事項と追記情報というふうに押さえておいていただきたいと思います。でえー、この図です、ねまあ、この図はしっかりととと押さえるとであ,とまあこれ、えーっと 公開模試だったか、ちょっとごめんなさい、第8回目だったか、ちょっと忘れましたけれども、除外事項付き意見との関係ね、これもあの理論で聞かれる可能性あると思うので、しっかりと押さえていっていただきたいんですが、ちょっと読みます。監査報告書に対して除外事項付き意見を表明する原因となる事項、で一応また入れておきましたけど、継続企業の前提に関する重要な不確実性は、その性質上、監査上の主要な検討事項に該当するんです。当然あの このぐらい、ね、監査上も特に大事だというふうに監査人は当たり前ですけども意見は、ね、除外事項付き意見を述べるとかです、ね、継続期限の前提に関する重要な不確実性というのは当然重要なんです重要なんだけどそれは監査上の主要な検討事項には書かないとでこれなぜかというとまずそもそも意見とは明確に区別したものな単なる情報提供なので除外事項付き意見は、ね、意見の根拠の区分に書かなきゃいけないということでここね1つあと継続費用の前提に関する重要な不確実性も これも今回の改正論点で押さえていていただきたいんですけども監査報告書に新たな区分を設けることになりましたので追記情報というね概念がなくなったとねえ継続企業の前提に関する重要な不確実性は監査意見の根拠の次の区分にもう次に区分を設けてえ記載すると監査意見の根拠の次の区分ですねかむの前監査意見の根拠の次の部分に、えー 区分を設けて記載するということが求められている。この点は特に重要ですので、4ページ目まとめてあの押さえておいていただきたいと思います。で、えっとまあ最後にですね、5ページ目にまあこれはもうちょっとあの。 近年の傾向をただ書いただけで大問、えー、は2問形式で出ているんですけどもあの、まあ、第1問が、まあ、従来は理論問題で学者の先生が作ってそうな雰囲気第2問目は事例問題で実務家の先生が作っているような雰囲気です。で、えー ちょっとここ最近ですね第1問目にも事例問題が結構混じってくることになっているのであの皆さん本当決してね、えー、傾向が真逆になることもあるかもしれない第1問目が完全な事例問題で第2問目が純粋な理論問題になるかもしれないですけどそこのところっていうのはあのもうフラットにですね先入観を持たずに予断、えー、を持たずに、えー、臨んでいただきたいと思います。ただ個個人人的的ににはははでですよ個人的にはあの今回はカムがあるの理論 理論問題は理論問題で第一問で出て第二問が事実問題に個人的ななるんじゃないかなというふうには思っていますでえっ、ー、とあと二分ぐらいですけどもあの。 ここね、いつも言ってるんですが、あの最も大切なのは、問われていることに答えることなんですね。で、えっ、ー、と、嘘を書くのは、ここ最後の行に書いてありますが、嘘を書くと、やはりね、印象が悪くなって、えー、採点者に、あ、この人嘘を書いてると思うと、どん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 ね、えー、荒探しされてしまいますので、嘘は書かないと。ただあの、矛盾するようですが、白紙も絶対に避けてください。白紙で、これ、あのー、 残念な結果になっている方っていっぱいいて私もあの初回の論文であの租税法で白紙にしたためにですねすごい偏差値になってあの初日で不合格が決まってたような感じになってしまっているので白紙だけは避けるとただあの回答欄を全部埋めるってことは監査論では考えなくていいですからあの5行あったら2行でも3行でも埋まっていればというのはあの回答をあのかけていればあのわざわざ無駄に長く書く必要はないのでそこは注意してくださいということですね解解けそうな問題かからいいてくださいとかね。 書いておきましたのとあとは答案構成についてよく聞かれるので一応ここでまとめておきました大体いい個人的には問題文は第1問第2問とも5分から10分ぐらい読む時間に当てていいと思ってますそれでもう解けそうな問題は飛びついて解いちゃっていいと思いますで特に監査論は初日の1科目目なので回答欄が埋まってないことがものすごい精神的なストレスになると思うんですねでこのまま本試験がずっと時間が流れていってこのまま白紙だったらどうしようみたいな感覚に、ね、襲われると思うんですよだから <laughs> あの監査論は問題の、例えば第二問の問四が一番簡単ということも全然あり得るので。とにかくですね、皆さんがこの問題かけそうだというふうに思った問題があれば。監査論はそこに、をまず回答欄を埋めて、精神的にね、あの安定した状態で、次の問題に進むっていうことをお勧めします。で、ごめんなさい、ちょっと飛びましたが、えー、答案構成には。これはもう人によりますけど、二十分から二十五分ぐらいかけて、要はですね。第一問も第二問も、問題文を読むのと答案構成に半分ぐらい使って、最後の。 30分で書きまくるというのが個人的にはおすすめかなと思っています。 はいでまあ、その他、ね、この試験会場早めに到着してあのとか筆記、ねまあ、用具とか電卓2セットぐらい用意するとか、まあ、この辺は、ねえっと、過去の受験生で直前15分前にです、ね、であの筆箱が15分前に着いたのに筆箱を忘れたと言ってあのコンビニに、ねえー、行ってなんとかぎりぎり試験を受けれたというようなひやっとした思いをされている方もいますので、えー、ぜひ、ね、試験会場早めに到着すると。 で昔税理士試験であの大阪の環状線が止まってですねそれで環状線が止まってるのに試験あの後から入るのを認めてくれなかった。 時があったので会計士もね多分電車の遅延とかで認めてくれるかわかんないのでですねあのぜひね早めについていただきたいと思いますはいすみませんえっとえー、っと二十分ぐらいですね五、えー、分から始まったのではいじゃあ,あの監査論はですね、えー、これぐらいにしたいと思いますので次は高田先生ですね租税法を変わりたいと思います、えー、じゃ、えー、高田先生だい,いですか、ね、はいお疲れ様ですでは時間になりましたので。 今度は総勢ですねの論文直前出題予想会ということでですね始めさせていただきたいと思います。画面の方ちょっと切り替えさせていただきますがこちらのレジュメのねご準備をお願いします。と例年ですねあのこちらの予想会のレジュメの方に関してはまあ、これまでの出題のね形式がどうであったかということが少し一目でわかるようにというね表にさせていただいています。 で、開けていただきまして、画面の方もですね、切り替えさせていただきまして、1ページからですね、い、えー、きたいと思いますが、あの、共通していること、3000目で共通していることは、このグレーでですね、えー あの色を入れてあるところそこはもうあの圧倒的によく出題があるともう丸印もね、えー、ご覧になればわかると思うんですけれども圧倒的にね出題があるということですからまあ条文のナンバーで申し上げれば法人税法に関しては2十2条、条23条24条ですよね、えー、もうそこのところはしっかりそして34条ね役員給それから37条寄付金ですよね。ももううそのあたりはもうしっかり 仮かりと理論計算ともに見ていくというところはですね変わらずにお願いしたいところになります。からあの22条の2に関してはちょっと応用的なお話ということで最後にお話をさせていただくことにしましょう。 そしてあとは、ですね、えーまあ、こう今ずっとしていきまして、増税効果はもちろん、ねまあ、あの税法の試験ですからもう絶対ということでお願いいたします、から交際費も、ね、出題の頻度は高いですので、特に計算、ね、しっかりと、ねえー、準備をしていくようにしていきましょう、からちょうどこの交際費の2つ下です、ね、外国の関係ですけれども。うん 昨年と、それから2016年ですね平成28年とで、えー、まあ出てはいるので今回に関してはうーんというところですが、外税控除はちょっとしっかりとやっていきたいところかなということでですねい、えー、くといいのではないでしょうかやはりですねこの世の中の,その流れそこを考えたところでということで申し上げています。 そして、えー、次のページいきまして上から3つ目2つ目、3つ目でいきましょうかストークオプション、それからストークオプションしかすみません書いていませんけれども、あのー、譲渡制限付き株式のですよ、ねえー、付与という部分に関しても合わせてですよ、ねえー、役員給与の絡みでしっかりと勉強しておくようにお願いいたします。ここもちょょっと星印つけておきましょう ストックオプションと上渡制限付き株式の、ねえー、付与のそこの2つのところということですねちょっと口頭で申し訳ありませんがもう役員給与の絡みで3つセットと。 少しそこに関しては出やすいのかなと。から税効果会計ちょうど上にありますが、計算で2年連続出ています。もうあの税効果のね調整はもういつ来てもできるようにはしておきましょう。もうね租税ですのでそこも租税効果とま同じくらいねちょっとちゃんとやっておくというようなね形ではないでしょうか。 であとその下の損益の帰属時期のところなんですがリース譲渡、ね、63条そして工事の請け負い64条この2つはちょっとリース譲渡が、ね、改正後ということの1年目ですので見ておきたいところかなというふうに、ね、思いますあの。個別法に関してはもう理論計算ともにと、ね、いうことになりますのでそのような位置づけでいきましょう。 そして、えーここですね、組織再編とグループ法,ープ法人税制はもう、もう今年に関しては標準的な論点ということになるのではないでしょうか。 ねえー、もうあの標準的な論点として、えー、基本のところ、ね、をしっかり押さえていくあの難しいところをできなきゃいけないというわけではありません租税に関してはあの範囲も広いから出題の、ねえー、分量も多いその中で解けるところを確実に解いていくと、ね、点数につなげていくというのが一つ戦略になりますからやはりここの、ね、2つの論点に関しては基本の、ね、ところに関してをしっかり押さえていくというような形で でねえー、言っていただければと思いま,すまああのー、少し法人税法というね、えー、個別法に沿ったところで、まあ、理論計算ということで少しねお話を申し上げました。 で計算にもうちょっと特化をして法人税ですね、い、えー、きますと、ちょっとまた前のページに戻りましょう、すみません、行ったり来たりでね、もうあの受け配減、はい、価小客、租税効果、役員給与、もうこのあたりは圧倒的に出るということでね、役員給与に関しては、先ほども申し上げました、ストックオプションと、あと、譲渡制限付きの株式の方ですね、この2つに関して、そしてまあ、B ランクということでいえば、交際費ね、 えー、田之呂氏さん、国の部資産外税税控除、まああ、それから貸し倒れのあたりですかね、貸し倒れ損失のあたりと、で貸し引き、前回出てるんですよね、中小でね、ですから、まあ、貸し倒れのあたりというところ、まあ、そのあたりがあ、その B ランク、そしてグループ法人税制と組織再編ですね、以上が、まあ、B ランクの論点ではないかなと、ねうんえー、いうところになるでしょう。 でえー、交際費との絡みで別にあのこれが計算方法がものすごく変わるということで言うんではなくて消費税の8%が最後なので。 交際費の絡みでの,あの控除対象外消費税ですよね。えー、そこのところは少しなんか意識をしておきたいな、あのー。変わる前の最後って案外出やすいので,であの見ているとですよね傾向を見ているとやっぱりあの安定しているという意味はあるんですよね。なので変わる直前のものってすごく、ね、あの出やすいという傾向はありますので、まあ、あのそのようにお捉えいただければと思います。 まあ以上、その AB ランクのところをしっかりとということそれから欠損金は、ね、もうここ数年出てるんですよね。 であと少しまあ気になる論点ということで皆さんが来ますと次のページ2ページ目の保険料とか借地権とかねこのあたりがもうちょっとねどうしたらいいんでしょうということですが、まあ、C ランクでしょうでもうあのそこに関しては手が出せるという方に関してはねあの勉強していくということでお願いします。 今計算ですからねそして計算の法人税の最後としまして一番下なんです、中小法人、でこちらのすみません計算右側なんですが1つね、ねここも実は赤丸入っていいですよね、貸し倒れ引当金で前年ね、ねすみません、丸入ってなくて中小で出てるんですよね。 2年連続出てるんですなんか私のこれは個人的なあの予想ですけれどもあの試験の先生お好きな先生がいらっしゃって。 うん、少しこう2年連続出てるのかなというところを見ると少しこう中小の部分で中小のところでちょっと出てない論点とすると計算、ね、金出てます、貸し引き出てますとしますと、うん、交際費かなというところですよね。一つその中小というところに特化して申し上げれば交際費の,あの計算の内容に関しては少し、ね、出ていないかなというところではないでしょうか。 以上ですねまずは法人税法について少し、ね、お話をさせていただきました。で、ごめんなさい、もう一つ、最後に申し上げますと言いました、あの法人税のね、22条の2の関係です、えー、と収益、ねえー、認識会計基準との絡みでね、まあ、あの収益認識会計基準がそもそも、ね、上場、それから連行ですね、連,連結子会社、それから文法の、ね、適用会社から会社法の代会社と、ねえー、それからその他、ね、任意の監査を受ける会社、これが適用していくということに、 になりますと皆さんのね、えー、その後のことを考えるとやはりね、ね、えー、そこの、ね、収益認識会計基準のところを、まあ、財務の方でねどのように認識をしているかということなんですがもう、あの総税に関してはそこのとの絡みでの22条の2これは少し応用論点ではないかなという,ふうに思います。 レックの方ではですね、模試で一つですね、出題を問題させていただきましたけれども、あのレジュメの方ですね、ごめんなさい、講義を受けていただいている方においては、理論のレジュメの方にね、少し入れさせていただいている部分がありますので、あのそこのところをもう本当に最後の最後、あのチェックをしていくということで、あればチェックしていく、それからまああの模試の問題をですね、それだけは解けるようにしておくというような対策で、今回のところはあのいいんではないかなというふうに思います。 それではです、ね、続けて所得税法ということで画面また切り替えまして3ページ目ですねレジュメの方は3ページ。でやはりその各種所得の金額と。 から所得控除ですよねもうここのラインが圧倒的に出題される。で、その間に出てくるね、ちょっと下の方、先に下がりますが、損益通算、難しいですよね。もうこれは応用の論点ということにしていきましょう。で少し間3年で、ね、出ていませんので、計算の方ね。 損益通算という感じですけれども、ね、難しいですよね、もうそこにかけるんだったら、もうあと時間の問題もありますので、各種所得と、それから下のですよね所得控除と、もうこのね、損、え、益、ー、通算挟んで上と下、ね、この計算のところをね、えー、頑張ってマスターしていくということが、やっぱりですね、先決になるのではないでしょうか。 うん、不動産と事業、やっぱりね、不動産所得かな、事業所得かな、というところですが、少し不動、あそうですね、えー、というところですが、うん、まあ、事業所得はあ、少しきちっとですよね、やっておきたいところ、不動産参画にしておきます。ごめんなさいね、こうですね、失礼しました。ね、それからもう、給与は絶対でお願いいたします。ただ、退職は知ってればできますので、 どうするかと、ね、退職所得は知ってればできますのでね。から譲渡からあ一時雑、まあ、ちょっと黒で、ねえー、塗ってあるところ全部になりますがやはりこの各種所得の基本のところはしっかり押さえたいところでしょうそして譲渡所得に関してなんですけれどももうね、えー、毎年今ね出題されている流れにありまして。 まあ、2年前が少し、こう、配当と株式の譲渡という絡みで出てきたと。ね、いうところで、やはりね、配当と株式の譲渡との絡みっていうような問題って出題しやすい部分がありますから、あの、正直応用的な論点になりますけれども、ね、そのあたり。 ねえー、勉強していきたいところそして配当をやったらやはり配当控除ですよね所得税に関してあの条文に関してはごめんなさい92条と合わせてですよねもう配当控除に関してはもう高確率での出題があるという状況にありますからも配当所得とセットでねこの配当控除はね、えー、す,みすみません、えっと、4ページです、ねえー、しっかりと押さえておくようにしておくといいんではないでしょうか。 まあ、条文の方は所得税ですね基本のところは36条37条そして、ね、各種所得の23条から35条ですよねどこにあるのか確認はしておきましょうそれから資産損失51条、ねえー、このあたりも少し、ね、見ておきたいところということそして先ほど配当控除ということで92条ですよねこれはしっかり押さえておきたいところになるのではないでしょうか。 から、もう少しですね、山っぽいことを申し上げますと、人的控除、ちょっと所得控除ね、次行きましょうね。所得控除に関してですが、うん、もう医療費控除はやっぱり圧倒的に出題の回数が多いので、これはやってね、行きましょうね。で、あとはあ、寄付がちょっと出ているのと、この配偶者控除ですよね。寄付、配偶者、ちょっと両方丸付けさせていただきます。 配偶者控除、少し改正が入っての1年目ということですのでやっておきたいところではないでしょうか。とすると、文言だけが変わったのが実は障害者控除で書いてないのですみません、手書きで。 ね、障害者控除が少しね同一生計の配偶者という言葉だけなんですけれどもね少しね変わった部分がありましたので、まあ、あの配偶者控除とそこのところですよねちょっとセットにしておきたいところかなというところで同一性形配偶者という言葉が1つで、ね、この障害者控除のところに入ってるということでお願いします。 ます。から応用の論点としては、もう非居住者ね非居住者はちょっと応用的な論点として、え今日はもう一つそれは応用だけどということでこのワードはお伝えしておきたいと思います。あの非居住者の例えば無料の税務相談とか私やるんですけれども、もう本当に奉仕の活動の一つとして。 多いんですよ非居住者の質問がもう圧倒的に多いんです。でもあ世の中変わってなっていうふうに思うんですね非居住者の質問を。 もうあの本当街角の無料相談とか、ねえー、受けていると、まあ、あとはあもう相続贈与の相談がほとんどなので相続贈与の相談以外だともう本当に圧倒的に非居住者なんですねですので少しこう応用的な論点にはなりますがあの時間があるということであれば非居住者は少しこう世の中の流れ的に、ね、出ないとは言い切れないよということですよね。最最後後ににお伝えさせてててていいただききまましし消費税見て終わりにしていきましょう 5ページのところに表としては入れさせていただいています、もうね、課税非課税不課税免税の区別はね、もうこれは理論の、ね、勉強とともに合わせてですよね、ごめんなさい、計算でも <laughs> ということで。 から消費に関しては計算の中で預かった消費税と支払った消費税ということで,ですよ、ね、え計算して最終的に差し引きして、ね、え納付税額という計算をしていきます。ですのであの計算の体系に沿って売上に関係するものって例えば定義だったら21個8 5 9号ねこれがもうメインになってきますよね41個28条と、ね、いうあたりをセットでから仕入れに関しては21個12号そして30条ですね仕入れ税額控除ということ とことでそこのところをこうセットでね押さえていくということになるのかなというふうにね思います。 からリバースチャージはもう、理論、計算と2年連続、えー、上から3つ目ですね、国境を越えて、生務の提供、リバースチャージ、これは理論、計算ともにもう、ね、2年連続出ているということは、もうそのお法人税でいうところの組織再編と同じで、標準的な論点として、やっぱり抑えていく必要が今回の試験においてもあるのではないかなと、ね、いうところになるでしょう。 から、ちょっとね、じゃあ、応用的なところで、3つということで、えー、ここですよね、調整対象固定資産の関係、まあ、いずれか、ということで、まあ、前々年が転用、前年が著しい変動ということですが、まあ、この辺も出題がされがちかなというところと、応用論点としてはもう一つ、この中間申告ですよね。えー、前年度、実績席による計算、これは少しね、えー、応用的な内容ですが、できておくといいのかなと。 からあー、えー、とレクの方でもそうですしから他もちょっと、ね、少し見ていくと組織再編絡みの消費税の問題が、ね、出てるんですよね、あの解説なんかでも、ね、ちょっとあの,普段のこう講義の方では触れてないんですが。と ちょっとね、難しいかなと思いますので、なんかそこをこう無理して、えー、ね、勉強していくのであれば、やはりその確実に点数を取れるところを確実に取るという選択をされることの方がね、いいのかなというふうにね、一つ思います。そして最後にですね、あの、前年が所得税と消費税。 の計算問題ですね難易度が、まあ、比較的、これまでそれまでって消費税の方が皆さん取れやすいという形が多かったんですけれどもで前年に関しては少し、ね、消費税が難しかったと。と ではじゃあその対策ということを最後に申し上げますと、あのー、少しねこう今あのご自身で決めている設定している時間20分なり15分なり、ね、あのちょいと早めに上げてあの所得税を先に解いたならちょっと気持ち早めに上げて消費税に入っていってああ、私、こっち確実に取れるよっていう方でですよ、ね、もうで点数を稼いでいくという戦略しかもうねじゃあどっちが今年難しいですか。 こ,こまでは私、投資できませんので分かりませんからねあの実際、ふ開けてみたときにですよねご自身の感覚の中であちょっと今回、またあの所得が難しいなでも消費はこれいけるぞということであればね消費に少し時間を割きたかったって後からなってはいけないのでちょっと気持ちいい両方を早めに上げた中でさあどっちに点数を稼いでいこうかということでですねいく戦略を取られるといいのかなと思います。 そして最後に過去問に関しては去年の過去問は非常にいい過去問だなと私は思っていますので去年,、まあ、去年のものと前々年のものとですね総勢に関しては改正等もありますのでその辺りを、ねえー、見ておいていただければと思います。 まあ,あのとにかく体調管理に気をつけてもうねすごく蒸し暑いですのでえお体ですねお大事に、えー、試験ね、えー、の日に向けてえ勉強ね積み重ねていってください総勢に関しては以上とさせていただきます。あ皆さんこんにちは企業を担当します森村です。大丈夫ですかはい。 えっとそれではです、ね、ここばりしたレジュメの、えー、っとまず最初のページ、ページ数、すみません、振ってないんですけれども、1ページ目をご覧ください、ここから3ページにわたってです、ねえーっと、論文本試験の平成18年から去年、平成30年までの過去問が入ってます、でまず分野別の出題数、出題傾向を確認してみますと、えーまあ、皆さんご存知のように、 企業法の論文式試験においては期間というのが最多出題分野ですねほぼ毎年出てます平成18年からずっと見ていきますと18年19年20年21年出てますよねずっと出てましてまあこれご存知のとこだと思います次平成22年から23年24年25年26年ずっと出てますよねで27年28年29年と出たんですけどもなんと平成30年期間が出なかった んですよね、でこんな年はだから、えー、っともうここのとこずっとしばらくなかったことです。ってことは今年はそれは期間が出るでしょうね、えー、外すわけいかないですよね逆張り機関りりで全切ととかっつったらえらえいことになりますよねだからやっぱり期間というのはもう、えー、今回その中でももちろん山張りますけれどもできるだけ手広くやっておかれた方はそれはいいと思います。じゃあ次に分野として 期間の次に出題頻度が高いものは何かというと、まあ、これいちいち見ていきませんけど、株式なんですよね。これも、まあ、ご存知の方多いかと思いますけども、株式というのは二年連続出ることもあります。で、二年連続出ないことが稀なぐらいの分野です。で、直近見てみますと、えっと、去年出てないんですよね。平成三十年が出てないんです。で、その前の年は出てるんですよね。その前の年も出てるんですよね。 ここ2年、ね、連続出てるけれども1年置いたのでまた出る可能性はありますですから期間はまず出るでしょうとじゃあもう一つ残りの分野何かっていうと一番まあ有力なのはやっぱり株式ではないかというふうに思いますじゃあそれ以外の分野を見ていきますとまず組織再編はどうだろうと組織再編は去年出てるんですよね平成30年に合併のところが出てますで組織再編が2年連続出ることはまああんまりないですから まあちょっと重要性は低いいいかなううふうに思いますで次に資金調達あまずその前に設立を見てみますと設立はまあ 7, 年7年に1回とかぐらいしか出ないんですけどもその前出たのはいつかっていうと平成27年に設立が出てましてこれはまだしばらく出ないんじゃないかとまあそろそろ今年っていう説もあるんですけどもちょっと取材可能性はまだ低いんじゃないかというふうに思います。で次資金調達 どううかというとい資金調達去年、出てますね去年資金調達の、えっと、仮想払い込み債務の株式化ですからこれは募集株式の発行が出てるわけです。で資金調達はじゃあ2年連続で出ないかというと平成25年26年という年に2年連続で資金調達が出たことがあるんですよね。そうすると資金調達に関してはまあ出ないだろうけどなくはないと。 でなくはなくてもし資金調達が出るとするならば何かっていうと新株予約権がやっぱり危ないんじゃないかとは思いますで新株予約権について今回のレジュメでは印はつけなかったんですけどもロングレ・トーレンの第10回の第2問ロングレ・トーレンで過去問終わった後にロングレ・トーレンの主体論点がずっと書いてあるんですけども、えー、ページでいくとこの、まあ、ページついてないんですけど5ページ目です5ページ目に第10回というのがありましてその第2問というのが新株予約権の問題ですね だから出るならば新株予約権が出る可能性はあるとまあでもそれは低いだろうということで印はつけてませんとでそうすると機関と株式は出るだろう組織再編と資金調達と設立はまあ出にくいだろうとそうするとあと残ってるのは計算しかないんですよで計算の分野いつ出たかなっていうと平成23年なんですよね平成23年ともう相当ほとぼり冷めてますよね2011年ですからねだから分野とすれば 出る可能性は非常に高いとなので、まあ、期間はほぼ出るだろうとあとは株式と計算から1問ずつ出るんじゃないかというふうな感触を持ってますでそれに即して私の予想をお話しする前にですねまず志村先生の予想からお話ししたいと思いますでこれはえっとこの論文本試験の過去問の論点の後にこのえー ページで言うと4ページ目、ページ入ってませんけど、4ページ目、令和元年ロングレ・トーレン取材論点というのが書いてあってで、この第1回から第10回まで見開きになってますよね。で、次のページに、模試の取材論点が書いてます。で、基本的にここに、その森村 A とかですね、志村 A とかっていうのが入ってます。で、ここで見てください。で、その後に、第7ページ以下に論文問題集の目次が入ってますけども、これっていうのは、その、えっと、 論点当連に出したその論点それを問題集で対応させるとここですよっていうので基本的に同じ印がついてるだけですただもちろん論文の問題集で収録している問題と当連で出した問題というのは論点は同じでももちろん問題違いますからだから山がついてるところはどちらも確認のために見ておかれた方がいいと思います。で今ここのこの講座ではではすねその、えー ロンングレレトーレのの論点の方で見ていきますで志村先生の A がついている論点、えー、としましてはロングレ・トーレンの第3回目の第1問第3回目の第1問で,協業取引で,す、ね、でこの協業取引というのはもうこの取締役のなんとか取引の中で一番、えー、その出てない。 えーまあ、こういうところは繰り返し出るんですけどもしばらく出てないのがこの協業取引協業質疑義務の問題ですのでやはり一番危ないだろうというふうに思いますでこれは私も、えー、と A をつけてます非常に危ないと思いますで志村先生は、えー、なぜこれを A にされたかというと,、えー、と平成27年の司法試験平成27年の司法試験でこれはあの問題でいきますと問題集の第36問が近いんですけどもその問題集の第36問の内容がフルセットで出題されてます で会計士試,試験も司法試,試験と同じように学者の先生が出題されますので共通のテーマが出題される可能性は非常に高いです数年違いで出るということはよくありますのでこれは見ておいた方がいいと思います。で次西村先生の A の論点はロングレ・トーレンの第9回の第1問第9回の第1問で。 えー、429条1項ですね取締役の第三者責任の問題ですで取締役の第三者責任の問題というのはですねあの大体論文の問題では取締役か何か法令違反かなんかやるんですねなんかまずいことやりますでまずいことやってその時の手続き何がありますかっていうのを聞いてって最後の最後は金で片付けるっていうことになりますよね だから取締役の行為によって会社に損害が発生している場合には423条で処理します第三者に対して損害が発生している場合には429条で処理しますだからどっちかはやたらよく出,出ますよねだから今回もその期間が出るとなるとやはり最後の処理として証文の一つとして429条は出る可能性は非常に高いというふうに思いますでそれとの兼ね合いでもう一つその429条じゃないと423条が出る可能性高いわけですけどもそれは公開もし 論文の公開模試で、これ、志村先生、利益相反取引で A というふうにつけられてますけれども、この利益相反取引の A というのは、その423条の処理ということで、もちろん利益相反取引も危ないんですけども、これは423条とセットで押さえておかれるといいと思います。これが志村先生の A 論点です。で、次、志村先生の B 論点は、企業結合の説,説明問題、ロングレトーレンでいきますと、第5回の第1問。 第5回の第1問で、反対株主の買い取り請求という形で取材されてますけれども、これが要するに企業結合の説明問題が出る可能性は高いのではないかと、これは要するに企業結合に関しては、平成26年の改正点がありましたので、その改正点の残りの部分で出る可能性が高いというふうに判断されてます。 で次の B 論点が事業譲渡第5回の第2問第5回の第2問ですねえで過去平成19年に事業譲渡は出題されてますけれどもえっ、ー、とそろそろ出てもおかしくないんじゃないかとそして関連論点としましてこのロングレトーレン第5回の第2問の問いに第2問の問い2でですねでここで、えー、商法のですね えっと称号を引き続き使用する場合ですね、会社法の、商法じゃないです、ごめんなさい、会社法の22条1項について、これもやはり一緒に見といた方がいいんじゃないかというふうに、志村先生おっしゃってます、なぜかというと、平成27年の主要試験、で同じく平成27年の主要試験の予備試験で、この会社法22条1項の論点が出題されてますので、これもやっぱり、 司法試験予備試験で出された問題はしばらくして会計士試験で出るってことはよくあることですねで次の B 論点としましてはロングレ・トーレン第9回目の第9回目の第2問ですね会計帳簿の閲覧請求ですでこの会計帳簿の閲覧請求を含めて株主の経理検査権というテーマでですね、えー、っと会計帳簿の閲覧請求というのはこれは もっと大きなテーマで表現しますと、株主の経理検査権、でこういうこのテーマは、えーと、なぜか学者の先生が大好きでして。 と予備試験で平成25年に出題されてまして予備試験が平成25年で主要試験で平成30年に出題されてますのでそんなに長々と論じするような論点ではありませんので短めに書けるようにこの当連ぐらいの感じで論書を押さえておかれればいいと思います。で最後 C 論点ですけども、えー、監査等委員会設置会社の説明問題これロングレ当連の第1回の第2問なんですけども。えー これが申し訳ないんですけども、志村先生の C というのがこれ抜けてまして、ここのところにですね、第1回の第2問の監査等委員会設置会社、志村先生の C という論点を、ランクをつけておいてください。でこれはやはりあの平成26年の改正点というのがもうずっとやたら出てますので、そういう意味ではやはり見ておいたほうがいい論点ですね。 あとは経営判断の原則ロングレ・トーレンの第7回の第1問第七回の第一問で経営判断の原則ですね最後に譲渡制限株式の諸論点としましてこれは実は当連では出してないんですけども問題集の第12問あるいは61問ですね問題集の12問と第61問 でこれがなんでその当連で出さなかったのに、えー、とランキング高いのかといいますと実は今年というか先週ですね7月の14日に実施された令和元年の予備試験司法試験の予備試験で、えー、実はこの譲渡制限株式についての問題が出されてましてでその問題の内容というのはこの問題集の第61問とほぼ同じような問題が出てるんですね。問問題集の第61問の第 これは実は過去問なんですけどねこの会計士の過去問で平成25年のこの出題の論点がこれとほぼ同じ論点がです、ね、予備試験でも出されてますでこれが何なのかといいますとあの譲渡制限株式を承認を得ずに譲渡しちゃいましたとでその場合判例が出てましたよね古い判例判例例でで会社前の えとそれは譲渡当社間では有効だけれども会社との関係では効力生じないっていう相対説ご存知でしょう有名な判例ありましたよねであの判例はもう今は使えませんよっていうその使えませんよっていう前提つまり会社との関係ででも譲渡制限株式譲渡しちゃったら有効ですよっていうそれを前提にしないとその予備試験の問題っていうのは論点が出てこないんですよ。 だからそれを相対説じゃなくて絶対説でつまり有効説で書いてねっていうそういう問題実はそれも先行して平成25年に会計士の本試験で出てるんですけどもそれがまた予備試験で出たってことはもう一回それが跳ね返ってきて会計士の試験に出る可能性あるんじゃないかというのでこれを C 論点というふうに出してます。で以上志村先生のの予予想想ででしたで私の取材予想ですけれどもえっと 論えっと、論当連の第1回から見ていきますと、まず株主優待制度、要するに株式が出るんだったら株主優待制度か、あるいは公開,、えっと、その公開買付けというかあの、えっと、あれですね、自己株の取得かじゃないかというふうに思ってます、で株主優待制度というのは、これ、株主平等原則に関する論点なんですよね、えー、そこのところはやっておきましょうと。 であとは期間としましては権限の異常代表取締役の選定会食権限というのが取締役会設置会社の場合ですと取締役会にもちろんあるわけですけどもそれを株主総会でもできるというようなそういう定款規定を設けることができるんじゃないかどうかというのが権限の異常の問題ですね。で第2回はこれが株株式式ののののもううう一つの山ででして、自己の株式の取得です。ミニ公開買付っていうふうに、 書いてありますけれども、これは要するに株主全員を対象とする事故の株式の取得の論点です。で、今年はですね、その、まあ、えー、っと、まあ。山手てっていうのは、最終的にちょっと、ある方法で。えー、こう、一つ一つ論点、出るんじゃないかっていうの、こう、チェックしていくんですけれども、今年は。カタカナに、強い反応が。出ましたね。で、去年はですね。差し止め請求っていう言葉に、すごく強い反応が出て。 で去年、まあ、ここにいた,いた方あんまりいないと思いますけども差し止め請求のとこ全部印つけてどれが出るかわかんないけども差し止め請求は危ないと思いますって言ったら合併の差し止め請求出ましたからねで今年はカタカナに反応が出てるんですよカタカナに。会社法の論点でカタカナって言ったらミニかミニかあ,るあ,るあ,るあとポイズンピルかあとキャッシュアウトかあと何がありますかねカタカナ。 何かカタカナを思いついてあるいは勉強しててあこれカタカナの論点だと思ったらそれやっといた方がいいですよとりあえずまあ、やあのその万馬券買うような感じでやっといていただきたいというふうに思います、はい、で次期間ですね第2回の第2問第二回の第二問で、えー、議決権行使の代理人を株主に限定する旨の定款規定まあ典型論点ですけども期間、えー、の分野として、えー、ここも出る可能性はないとはないことはないと思います あと第3回の協業取引はもう山中の山ですのでこれ外すわけはいけませんよねこれはしっかりやっておきましょうっていうことですよねであと第4回の第2問これがですね「要配当における株主の責任」って書いてますけどもこれがあのえっと計算の分野の計算の分野の一つの山ですよねだから計算で出るんだったらここか自己株かなんですよ計算で出るんだったらこれかこれかですね、えー、自己株式 ののの株式の取得はだからどっちの可能性もあるんですよね手続きとして出るっていうのであれば、えー、とその株式の分野からの出題ですしでその財源規制として出されるんだったら、えー、と計算の分野として出される可能性がありますでこれについては当連の第7回で出題されてますのでそれと合わせて違法配当で出る可能性もあるし自己株の取得で出る可能性もあるしだから計算の分野ではそこの可能性があるよってことは押さえておいてください。 違法配当について、あるいはまあ自己株でも同じなんですけれども、普通は461条と462条、461条と462条だけ考えますけれども、465条っていうのも責任としてありますのでね、465条あたりのところも一緒にやっておいてください。で次、第6回、<laughs> 失年株についても、まあ、株式の分野だったら出る可能性はあるかなとは思ってます。であと、さっき言いました第7回で、計算と 計算とです、ね、株式がかかあの絡んでくる論点として事故の株式の取得の場合の財源規制は抑えておいたほうがいいと思います。で第8回の期間これ私 A つけましたけれども A の中でもこれ3か所だけ印ついてますけどもこれ A の中でもですね、えー、非常に危ないんじゃないかというところをこの第4回の第2問と第4回の第2問とそして第7回の第2問ですねそれと第8回の 1> 第1問ですねでこの第8回の第1問につきましては普通に監査役の監査権限聞いても面白くないでしょうからまあ出るんだったらやっぱり事例で出ると思うんですよ。で事例で出るときにじゃあどうやってこれを難しくするかっていうとですねそうすると例えば、えー、例えばこの論点でですね問い一例妥当性監査肯定説でないと書きにくいような 問題が出るんじゃないかと。妥当性監査丸にしないと書きにくい問題。例えばどういう問題かというと、会社法施行規則の百二十九条一項五号。これ何かというと、えー、っとあれですねあの取締役の 作るあのなんだっけえっ、ー、と計算書類ともう一つセットになるのは何でしたっけ計算書類とあ事業報告事業報告事業報告についての監査報告事業報告についての監査報告で相当性を逸脱している場合にはそれ書きなさいっていう条文が会社法施行規則の129条1項5号にあるんですけどもそれっていうのは適応性監査限定説だとちょっと書きにくいと。 なのでこれを問1の事例に出しといてで妥当性監査を認めるという方向で書いた方が問1は書きやすい問題にしといてですねでこれに対して問2は今度は会社法の382条かあるいは384条を使ってそこでその著しくない不当があったと。 著しくない不当があったときにそれを報告しなかったと不不当当を著しくない不当だったので報告せずそうするとこの場合に果たして423条1項で会社に対して当該監査役は損害賠償責任を負うかっていうような問題を出されると。 これは妥当性監査を認める説あるいは、えっと、逆に適応性監査に限るっていう説どっちから書いても問い1問い2がそれぞれ書きにくい部分があってなかなか面白い取材なんじゃないかというふうに思います、まあ、細かいところでいうとこんなところですねであと第9回、えー、機関の分野としましてはこの取締役の第三者責任429条ですねこの400 29条はでそれが出ないとすると423条これはどっちかは相当高い確率で証文の一つ後始末として出ると思いますのでどっちが出てもちゃんと要件挙げられてそれぞれのその要件の中のどこの論点なのかっていうのは押さえておいた方がいいですね。あとさっきカタカナっていうとこの新株予約権の差し止めこれがポイズンピルなんですよね。ポイズン ピルの話ですのので一回当連を持ちの方はこれを見ておいいくださいで最後の最後、えー、模試で出しました、えー、もう一つのこの「山中の山」のマークのとこですけどもこれが423条ですね。まあ、423条何にでもその結びつくのでどの論点で423条聞かれるかっていうのはなかなか分かりにくいとこですけどももしこれ単独で出されるんだったら 平取締役の監視義務これなんか分量としてね分量として試験の,その本試験に出しやすい分量ですのでまあそういうあたりをえ注意しておかれればよろしいんじゃないかと思いますで基本的に積極的な山ってのはいくら張ってもいいと思うんですよここは出そうだからしっかりやっとこうっていう山はいいんですけどもこんなとこは出そうじゃないから やめとこうっていうのはやっぱり危険は危険ですのでねそれはもちろん他の科目との兼ね合いありますけども時間の許す限りやはりそれはえっとかける論点の数を増やしていった方がそれは合格の可能性は高まるというふうに思います。でなんだかんだ言って最終的にはですねもう暗記ですからね 暗記してないとかけませんから、もう特にこの時期からはですね、もうこの喉のこの辺までいっぱい入ってくるぐらいまでずっと暗記して、ね本試験会場でガーッと吐き出して、あとはもう空っぽっていうのでも全然問題ないですから、うん、頑張って暗記をしていただきたいと思います。それでは企業法はこれで終わります。はい、えっ、ー、とそれではね引き続き財務会計、えー、入っていきます。で、えっ、ー、とまあ一応レジュメかな、一点ありますのでご確認の方お願いします。 えー、論文直前出題予想会財務会計のレジュメになりますが、うんまあ、その何が出るかちょっとわからないですよね。はい、で、えーまあ、その中で、まあ、一応ね、あのー、まず1ページ目、えー、これポイントリストのですね、まあ、ランク表になりますが基本まあ普段の学習で使用しているランク表をベースに、まあ、直前のもう1回ねもう1回2回転していく中で少し強弱を、ね、つけていただきたいと思ったので、えーまあ、星の数 があ多い星分ほどですね、まあ、出やすいと思ってください、まあ、出やすいというか、まあ、多くの受験生が、ねえー、入念に対策を立って,ている部分になると、えー、考えてください、えー、なのであ,のあくまでもね、普段のこうポイントリストの欄評なんかを、ね、あのベースにやっていただきたいんですけれども、えーまあ、もう一つ最後の、ねえー、一押しの参考までにつけました、えー、これが4ページまでかなじゃ五5ページ6ページか6ページまでね一応 えーまあ、ポイントリストのランクを、ねえー、振っております。で、えー、7ページはまあ当連で出題した部分のです、ね、一覧表みたいなものなんですが、ちょっと見ておいてもらいたいのが、8ページのです、ねまあ、一応、ここに、まあ、予想ということなので、えー、少しね、こう厚い分野をちょっとピックアップしました、8ページの上のところですね、出題予想というところで、二0丸本命です。ただまあ本命という ででもですねだいぶ幅広くですね、えー、論点を振っていますけれども、えー、連結会計、企業結合、事業分離、またのれん、ね、このあたりは、えーまあ、大本命になりますので、まあ、当然、第5問対策として、ですね、あのー、しっかりと対策を立てられている方が多いと思いますけれども、やはりまあ今一度ね、えー、連結周りの、えーまあ、計算のみならず、理論ですよね、やっぱり理論のところに関しては、網羅的に、まあ、どんどん論点が出てもおかしくありませんので、えーまあ、確実に、ね、復習をしていただきたいというところと、また、あ、それに絡んでのれんですね。 はいまあのれんはもうここ数年、ずっと熱い分野になってきますので、のれんに関しても、ね、まあ、当然、連結、企業結合と絡んできますけれども、まあ今一度ね、す、え、べ、ー、ての論点をですね、洗い出してやっていただきたいなと思います、はいまあ、ここも大本命で、まあ、おそらく間違いなく出るというところになります。 でまあ、やっぱり連結は第5問で出る可能性が高いので、特にその計算と理論の絡みですね、えー、計算処理を説明する問題が、まあ、本試験の理論ではよく出てきますので、まあ、数字使わせる問題もあればね、えー、まあ数字の説明はないかもしれませんが、解、え、決、ー、処理を説明する問題もありますので、えー、まあその辺は当連なんかでも出していますので、まあ、しっかりとね説明できるように意識をして、最後ね、学習していってください。はい、で、えー、まあ丸はまあ対抗みたいなものですね、その下。 ますで、まあ、まずリースですが、まあ、リースのはですねイファースの方で、えーまあ、新しい、ねえー、基準が本適用されていますので、まあ、それに伴ってやはり、まあ、実務上の重要性は高いところになります、えー、で、まあ、基本的に過去の本試験を見ていくと、まあ、実務上トピカからのところがやっぱり出ていますので、えーまあ、リースは重要性が高いかなと、えーまあ、ちょっとね早いっていう気がしますが本命に挙げるのは、うん、ただやはりトピカからのところなので えー、まあ可能性としては全然あるかなというところですね。はい。で後はね収益認識。まあここは多くのですね受験生さんが気にしているところでもあると思いますが。 えーまあ、これ新しい基準が出る可能性もまあ十分にありますけれども、えーまあ、現行上のルールが出ることも考えられますし、えー、もしね新しい基準が出るんであれば、現行上のルールと比較させて出すのがです、ね、おそらくまあ鉄板かなと思いますので、まあ、新しい基準だけがです、ね、がっつりと出るということはおそらくないと思うんですよ、だからまあ既存の、おまあ、例えば実現の入要権とか、あとは概念振り膜のリスクからの解放なんかの論点と、まあ、絡めて、ね、出るんじゃないのかなと思います。はい であと収益認識の対策についてはまたね下でこの後お話をしていきます。でもう一個、包括利益ですね、包括利益。えー、まあここはやっぱり比較的重要性は高いですので、まあ、連結とまあ絡みますけれどもね、包括利益についても、えー、まあ各ね計算問題の中で包括利益、添付した計算問題ですね、あのー、皆さん解いていると思いますので、えー、必ず包括利益、でさらには、ね、中期のところまで、つまり組み替え調整や当期発生額のところまでね、あのー、ちゃんと確認をしておくようにしてくださいはい。 であとはまあ三角は、まあ、大穴というわけではありませんが、まあ、その次に、ね、ちょっと重要性が高いと考えられるところで、えー、まあストックオプション対象給付キャッシュフローセグメント、えー、まあ4つ挙げましたでストックオプションはです、ねまあ、重要性、ここ最近まあ報酬系ですよね。えー、報酬系の まあ重要性が高まっていますので、まあ、報酬のガバナンスとかがです、ね、実務的には少しね重要性が高まっているので、まあ、それと絡めて包括利益じゃなくて、ごめんなさい、ストックオプションですね、えー、出る可能性はあるんじゃないのかと思います。で、論文資本試験ではストックオプションですね、えーまあ、しばらく出ていませんね、しばらく出ていませんが、えーまあ、今回出ても全然おかしくはないので、こう過去の取材実績見て、ストックオプション出てないなと思っても、一応ね、カバーしておい,てい,おいたほうがいいかなと思います。はいでまあ、あと3つは あと2つか退職給付、キャッシュフローについては、ね、もうここ近年、ずっと、ね、重要性高いということでよく出ているところなので、まあ、上げているというところ。であと、セグメント情報につきましては、まあ、これは、えー、個人的な、えーまあ、意見というか、個人的な感想として、えー、とりあえず、いつか絶対出るだろうと思っているので、まあ、出るまで予想会で言っていくというのは決めているので、それで載せているだけですね。えー、なので、まあ、出る可能性は全然あります。というか、いつか絶対出ますので、まだ論文では、ね、がっつりとセグメントのマネジメントアプローチの取材がないので、 えーまあ、そこは必ず、ね、やるようにしておいてください。と、はいえー、いうところがまあ予想ですかね,でちょっとね、ポイントリストの方で、まで、あ、少し気になるところをです、ね、チェック入れていきます。はい でまあ、重要性が高いところには、ね、星が多いですし普段の乱闘にもです、ね、星が数多く振られているところをやっぱ中心に見ていくんですが、えーまあとりわけ少し、ねえー、気にしてみてほしいところとしてはまず第4章の損益会計の、まあ、収益認識系ですね、えー、カップと工事についての4の10と4の11ですかね。 カップののの収収益益認認識識基基準準と工事の収益認識基準であのこのポイントリストに載っているのは別に新しい基準との絡みはありませんけれども、えー、さっきもお伝えした通り、えー、現行上のルールが聞かれる可能性っていうのが往々にしてありますので、えーまあ、工事とカップはその代表例になります、ね、なので、まあ、リスクからの解放との絡みとあとは伝統的な話も2つありましたよね、えー、リスクからの解放とは関係なしになんで,です、ね、カップ基準が採用されているのかとかなんで工事振興基準が採用されているのかというところも含めて押さえておいてくださいなので、まあ、リスクからの解放との絡みもあるので一応4の12もチェック入れてきますか。 はい、でそれと、ね、4の18、多くの人がこのポイントリスト飛ばしているかもしれませんが、えー、当連でも1回出しました、役員報酬と役員賞与の会計処理ですね、えー、報酬と賞与の会計処理で資本取引と損益取引に絡むところで、まあ、さっきも言った通り、ちょっと報酬系が厚い部分ありますので、えー、一応、ここは見ておいてください。はいでえー あと概念フレーマークの資産の定義とか、そ産の定義はもう当たり前のように抑えていかなければいけません。でちょっと進んでいって、えー、次が第8章ですね、第8章、第八章の8の6、やっぱ包括利益の重要性に鑑みて、包括利益のところはしっかりとやっていただきたいというところ、はい、あと8の2でこれはさっき申し上げた通り、マネジメントアプローチについてですね、マネジメントアプローチと、まあ、概念フレーマークとの絡み、えー、ここを見ていっていただきたい。はい、で続いいて12章リースいきます 12章のリリースは、前、12の2と、 12の2とあと12の4、さらに貸して12の5、えー、このあたりは必ずできるようにしておいてください、まあ、12の2はリースの基本的な考え方ですね、えー、そもそも現行制度上のリース取引の実態が何なのかという話で,で、12の4は使用権モデルを使用した部分になります、で使用権モデルのところについては、えー、当連でいうと10回目かな、10回目にです、ね、出していますし、えーまあ、ここは少し本命に近いようなところでもありますので、えーまあ、別に使用権モデルが出るかどうか分かりませんが、やっぱりリース関係はです、ね、やっぱりリース関係は、重要性が高いと、あと貸しての処理ですね、えー、貸して軽視している人 結構多いですけれども貸、まあ、してもです、ね、重要性が非常に高いですから、えー、会計処理3つの方法と,、えー、あとは理論、ね、それに絡んだ理論は必ずできるようにしておいてください。ね、でさらに会計処理もです、ね、移転と移転外と、ね、一応分けて、まあ、計6つ、ね、そんなにあのバリエーションがあるわけではありません、ねえー、1つしっかりと押さえてしまえば少し変わるだけですから、えー、まあ全部で6つ、ね、会計処理も必ず押さえておくようにしてください。はいえー、それででは続いてて次ですねめくっ,て、えー、っと 次です、ね、第15章の金融商品のところで、えヘッジ系ですね、あの先ほどの列挙した予想のところにはヘッジ周りはです、ね、載せてなかったんですが、ちょっとヘッジ系については星ついてないんですけど、まあ、少しね、あの見てい,ていただきたいなと思います。はい、であと、対象給付はもう当たり前のように全論点はできなければいけませんので、と、まあ、りわけどこが重要というところは特にチェック入れていきません。はい、で、えー、次はまストックオプションですね。 えー、19章ストックオプションで、あのまあ、ストックオプションも報酬系ということで、まあ、ここは基本的にはすべてあの漏れなくやっていただきたいと、えー、で本試験未出題のところは、えー、19章の1ですね、えー、親会社が子会社の従業員にあの自社株オプションを付与するというケースは、まだ本試験未出題ですから、えー、ここはまあ理論とあと会計処理も含めてあの、必ず見ておくようにしてください、ね、あんまり当連の出来が良くなかったので、えーまあ、ここはちょっとチェックを入れておきます。はい で続いて、えー、5ページって20章の税効果、えー、税効果は表示ですね、えー、表示に関するお話で、まあ、表示区分が変わり、えー、DTA と DTL は、えー、固定に区分することしかできなくなりましたけれども、まあ、その論拠ですねその論拠、えー、これはまだ改正があってまもなく出題はされていない部分なので、まあ、税効果で出るとすればその表示区分の論拠が出るんじゃないのかなと思います、ねえーまあ、なんでね、えー、全部固定なのかというところ、ね これはまあポイントリスト20の7で、まあ、講義を受けられている方は差し替えバージョンが、えー、配られていると思いますので配られたと思いますのでそれを見ていただきたいと、はいでえー、あと外貨ですね、外貨もこれさっきの予想には上げなかったんですがやっぱ外貨も大事ですから、ねえー、さっきの予想のところで,です、ねえー、上げていない部分としてプラスアルファでヘッジと外貨は少し、ね、あの見ておいてもらいたいと思います。外科はやっぱすすごい出題で出ていい出でてますから、ねはい で、えー、連結会計、きますで、まあ、ここは本当に、まあ、全論点ですね、網羅的にあの漏れなく確認をしてください、だから特定のところにチェックをするということはしません、まあ、何が出てもおかしくないですから、第5も、ね、何が出てもおかしくないんで、えーまあ、全論点についてやっていただきたいというところ、で、えー、23章、まあ持ち文法も同じですね、持ち文法も同じです、ただ連結会計のところを勉強すれば、大体いい持ち文法、応用を聞きますから、えーまあ、連結等セットでやっていただきたいと。 でまあ、ここも全部になりますが企業結合会計ですね、で企業結合会計の中はです、ねえー、少しチェック入れていきます。 まず24の2ここです、ね、本当は当連でこれ出したかったんですがちょっと出す機会がなかったのでここの場をお借りしてコメントをさせていただくと、まあ、取得と持ち分の結合の違いの部分ですねそこは本当は当連で出したかったんですがちょっと出せなくてでポイントリストは24の2に相当する部分ですからあの取得の説明と持ち分の結合の説明については各会計処理と絡めて、ね、できるようにしておいてください。 特に持ち部の結合のところ、ね、ちょっとトレーニンド出してなかったので、えーまあ、例えば共同主役企業の決済は持ち部の結合の、ね、考え方を、えー、使っていくというところなので、まあ、そういう、ねえー、部分について、今一度モチ分の結合、持ち部の結合については、ね、しっかりと書けるようにというところ。はい、であとはですね、えー、と29の、あ29の,、えー、9いの9ですね、すみません、24の9。 識別可能性の,の範囲です識別可能性の,の範囲でこれ企業結合にかかる特定感情に関する説明もちょっと当連で本当は出したかったんですがまだ出し切れてなかったところなのであのぜひ復、ね、習のときには企業結合にかかる特定感情に関する理論ですねなんで特定感情に計上するのかっていう部分これは計算と絡めて出しやすいのでポイントリスト24の9で確認の方をしてください、はい、そしてもう一つのれんに関して負ののれんですね 負ののれん24の14、負ののれんも、まあ、がっつりとはまだ、ね、そんなに出ていないところなので、えー、負ののれんについてもあの正ののれんと合わせてあの必ず確認をするようにしてください。えー、なので、まあ、ちょっと気になる点は、ね、今チェックを入れてきましたが当然のれんって言ったら正ののれんの部分もありますので、えー、その正ののれんの論点ですね全部チェックは全然入れてないですけども、まあ、それはもうね、えー、チェックせずとも重要っていうのが、ね、分かってると思いますからチェックをしていないだけで必ず、ね、通常のののれんの話もあの見ておいてください。 で、えー、レジュメの7ページは、まあ、先ほどね、8ページのところで、予想で20丸丸三角と付した論点で、当連の出題があったところをまとめました。 なんで連結会計、企業結合、事業部にのれんリース、収益認識、包括利益、ストックオプション、対象給付、セグメント、キャッシュフロー、ねえーまあ今年の東、ね、連で出した部分をまとめていますので、まあ、一応参考までに、えーまあ、一応東、ね、連で出したところは必ず見ておくようにしてください。ただ、別にここだけが重要というわけではありませんので、ほ、ねまあ、他の論点も必ず一、ね、回見ていく中で、少しこう意識としての重要性の強弱というものはつけていただきたいのかなと思います。はい でちょっと、ね、この右の備考欄がありますので、あの右の備考欄についてです、ね、あのお話をしていきます、はいでえー。当連10回目の第5問で、えー、在外の持ち分法適用会社出しましたが、えー、それに関する包、ね、括歴に関する問題って、えーまあ、なかったんですけども、ちょっと、ね、このあとといったらおかしいですけども、後日です、ね、ウェブアップで、えー、10回目の第5問の 包括利益の計算書の作成をちょっとウェブアップしたいと思いますので、10回目の答弁を受けられている方は、ですねちょっと今月末か来月、本当に頭ぐらいのぎりぎりになって申し訳ないですけれども、ちょっとそこでウェブアップするんで、第5問の計算問題ですね、在外持ち分法適用関連会社の包括利益の部分、ちょっとウェブの方で、包括利益計算書を添付しますので、復習の方をしてみてください、一応、包括利益対策として、だから包括利益ウェブアップと。 ちょっと8月の頭ぐらいになっちゃうと思いますけれども、えーまあ、一応一回見ておいてもらえればと思います。はい、であと、模、え、試、ー、ですね、えー、企業結合事業分離にいきます、一番最後、模、え、試、ー、の第3問で共通社会化の取引を取材しましたで、その共通社会化の取引のところの出題糸に、えーまあ、なんでね、抱き合わせ株式消滅債券とかが PL に計上されるのかっていう理由書いてありますので、一応、出題と確認しておいてください。 というのと、リース会計の一番最後。リース会計の一番最後は、ポイントリストにを差し替えしています。登連の中でポイントリストにを差し替えしていますので、差し替えバージョンで必ず見るようにしてください。はい、で収益認識については、この後で一番最後にです、ね、まとめてお話していきますので、一旦飛ばして、ストークオプションの9回目の登連で出した優勝進化物件ですね。優勝進化物件も、ポイントリスト新しくに出ていますので、優勝進化物件、これもポイントリストにを確認をしておいてください。 はい、であと退職給付の一番下、もしで退職給付ですね、第3問で出しましたが、一応ですね、あの解説のところにワークシートをつけました。で、えーまあ、ワークシート形式で万が一、本試験が出たときに、ワークシート書けないと困るんで、一応確認しておいてください、ワークシート。ねまあ、がっつりとあの出るっていう可能性はそんなないと思うんですが、ね、一応、形式を確認して、もしワークシートで出たときに、えーまあ、どうやって埋めていくのかだけを確認すればいいので、ね、そこだけ確認しておいてくださいはい。 えー、そしたら最後にちょっと収益認識についてお話をしていきます。えー、これがレジジメ8ページですね、はいえーまあ、収益認識対策ということで、まあ、新しい、ね、内容が出る可能性もまあ,あるわけですけれども、まあ、これ8ページに従って勉強してもらえれば最後、ねえー、確認をしてもらえればと思います。 でまず過去の1番の、ね、収益認識対策講座があったと思いますが、まあ、その薄い方のレジュメの5ページに、えー、考え方が載っています、ねまあ、資産塞アプローチと収益給アプローチの考え方が載っていますので、えー、まずその部分をしっかりと理解してください、ね、新基準は、えー、資産塞アプローチに基づいた収益認識ですから、えーまあ、おそらく記述の、えー、骨格となってくるのはこの資産塞アプローチという部分を骨格として履行義務の充足とかでおそらく記述をしていかなければいけないと思いますしもし各内容が分からなければ、まあ、とりあえず資産塞アプローチ的なね発想で記述を展開して、えー 書いていてけば、まあ、部分ってもらえると思いますから、ね、なので、まあ、その部分は、えー、この薄い方のレジュメの5ページで,と、ね、であと234、ね、これ、厚い方の計算のテキストになります、ね、収益認識対策講座レジュメの厚い方で、えー、ここに載っている234というのはカスタマーロイヤルプログラムと、えー、売上割り戻しのです、ね、数量値引き、あとは返品調整引き当て金、従来であれば返品調整引き当て金の返品金付き販売のところなので、えー、この3つですね。 まあ、計算と絡めて出るのであればおそらくこの3つかなと思いますからこの3つはあの確認してください、これが、カッコ3とカッコ4か、カッコ3、カッコ4、過去には5つのステップですね。 5つのステップは当然確認するとともに、えー、カスタマーロイヤルプログラムで、まあ、カスタマーロイヤルプログラムは当連でも出してます、ね、回目かな。6回目で出してますのでそこを復習してもらえればまあいいと思いますが、えー、そのほかに数量値引きと返品券付き販売は、えーまあ、収益認識対策のレジュメの方で確認をしていただければと思います。 一応当連6回目の第4問がこのカスタマーロイヤリティプログラムのところですね、まあ、いわゆるその従来であればポイント引き当て金と言われていたような部分、まあ、ここはすごく出しやすいので、まあ、一応見ておいていただければと思いますでそれ以外のところはもう確認しなくてもいいですね文字出てしまってもです、ね、あんまりこうそこで合否が決まるということはないと思いますので,、ね、で理論との絡みも、ね、なかなかこう難しいところですから、ねまあ、この3つを、ね、ちゃんとやっていくということであとはまあ5つのステップですね ええ、5つのステップ、まあ、ここは当然意識をしていただきたい。はい。 でまあ、アスタリスク2にありますけれどもあの、まあ、新基準ばかりに気を取られないようにはしてください、まあ、出る可能性は全然ありますけれども、えー、さっきもお伝えしゃったりまり、現、ま、行、あのルールと新基準の内容がおそらくセットで出されて、現行はこうだけれども、新基準だったらどうなのかっていうような出され方が、まあ、一番出題の可能性は高いと思いますんで、その時に新基準のところで点数を取るという意識じゃなくて、現行の方で確実に点数を取るという意識を持ってください。だから、現行の,の方もも、ね、しっかりとあの見ておくようにしてください、それこそカップ販売だとか。 えー、そういういところですね工事に関するお話だとか、ねはいえーまあ、ここまで、まあ、ちょっと早口になりましたけれども、まあ、簡単なあの、まあ、予想というか、ね、これから1か月間どういう、ね、ところに力を入れて勉強していったらいいのかというところについてお話をさせていただきました、はいでえーまあ、実際ここ4年間、本試験の形式というのは一定です、第3問で2題、ねまあ、簡単な計算問題と簡単な理論で第4問で理論。 で第5問で連結の総合問題にそれに関する、えー、理論問題が出ているというのがここ4年間ですが、うん、ただ取材形式というのはいつ変わってもおかしくありませんのでなので、まあ、取材形式が変わったときに、まあ、結局条件はみんな同じなんでね、えー、そこで慌てず冷静さを、ねえー、持って対処するとですか、えー、結局、たかだか4年しか同じじゃないわけですよで過去何回も本試験の形式というのは変わってここまで来ていますでその変わるタイミングというのが今年の本試験であっても全然おかしくはないので,、ね、ですかなのでもう先入観を 捨てて、ね、全く同じ形式で来るって思っていると、えー、いけないのでここは、ね、柔軟に対応してくださいやるべきことは同じで条件もみんな同じですから、ねえー、取材形式が変わった時に慌てなかった人が、ねえー、一歩リードいきますからね冷静さを、ねえー、保ったまま試験に臨めるようにです、ねえー、心の準備だけはしておいてください。 はいだってまあ、当連の、ね、包括利益のウェブアップだけは、ね、また後日、ちょっと1週間後ぐらい、ね、させていただきますが、えーまあ、なんとか日、ね、朝包括利益、復習しておいてください。<laughs> はいえー、それでは、ね、財務会議論の、えーまあ、直前予想、ね、以上となります。お疲れ様でした はいえー、それではです、ね、出題予想会の管理会計論と経営学の方ですを、ね、始めていきたいなと思います。まあ、ちょっと時間も押しているのであの手短に進めていきたいなと思いますけれども、えっと、まずとりあえずこの2つです、ね、レジュメの方をご用意いただきまして、まあ、管理と経営学ですねで。一旦まあ管理会計から内容の方を確認をしていきたいなと思います。でまあ、ページめくっていただきますとあの まあ、他のレジュメとかと同じように過去の出題実績っていうのを載せてあります。で、まあ、論点ごとに過去の出題実績をまとめてあります。で、これ平成18年ですね。まあ、新試験以降の出題実績となりますので、まあ、かなりの回数ねまとめてあるわけですけど、あのまあこの過去の出題実績ねまあ、見ていただいて、まあだいたいね。まあ、どれぐらい。まあ、この論点が出ているのかっていうのを1つ確認をしてください。でまあ、各論点ごとにですね。あの。 まあ今年の予想とあととととこれれかからの対策とかねあのお話ができればなと思いますでとりあえず、まずこの1ページ目の括弧1ですね、日目別計算というところから内容を確認していきたいと思いますけど、日目別計算は個人的にはちょっと今年の試験、怪しいんじゃないかなというふうには思っています。で 過去の本試験においてもですね、ひ目別計算っていうのは編みかけ論点ではないので、まあ、重点的に論文の試験で出されるという分野ではないんですけれども、だいたい間隔として4回に1回ぐらいは出てるという実績がありまして、でここ最近、担当の試験でもよく出てきているというところで、まあ、加えてあの担当の試験を受けた方分かるかと思いますけど、まあ、結構、その作文者が変わっていて、明らかにその問題の質とかが変わっているというところもありますので、ちょっとまあ、ここらで一発ね、ひ目別計算 あのちょっと濃厚な問題だからまあそんなにあの過度に細かいところをね押さえておく必要性はないんですけども、まあ、材料控え計労務控え計ですね一通おりまあ計算の論点については洗っておいた方がいいのかなと思いますね。はい、で特にちょっと細かいところで申し訳ないんですけどあのこの外注加工賃の会計処理っていうところをですねここはねちょっと個人的に。 直前期には見ておいていいいたただきたいかなと思いますあの直近の日照簿記の試験で害虫加工賃の会計処理の問題が結構がっつり出ていたのでまあだからといって会計士の試験に出るかっていうとそういうわけでもないんですけども、まあ、出されてもおかしくはないかなと思うので、まあ、担当の時にね仕分けを覚えた方もいるかと思いますけどもあの本当に。 あの試験1日前で結構ですので、まあ、1日目の試験が終わった後お家に帰ってからですねあの10分ぐらいこの外注加工賃の仕分け処理について内容を確認していただければそれで十分です。はい、もしかしたら1、ね、問何か問われる可能性というのがあるのかなと、思いますね、はい、であと日目別計算の理論に関してはですね あの割とまあ1行とか2行とかっていう答えられる問題が多いところでもあるので、まあ、この辺はちょっと精度の高い回答っていうのをね心がけてほしいなとは思いますね。はい意外とねあの 材料購入時に予定価格を適用するメリットを答えなさいとかですね、まあ、こういったまあ基本的な問題ではあるんですけど案外、正確にちゃんとかける方っていうのはそんなに多くはないので、まあ、それがちゃんとかけるだけで、ねまあ、あのアドバンテージを取ることもできるかと思いますので日目別計算の典型的な理論問題ですねそんな1行とか2行とかで答えられるぐらいのものについては、まあ、丁寧にあの回答できるようにちょっとこれからね精度を上げてもらえればなと思いますね。はい まあ簡単ではありますけど以上が非目別計算に関するお話とで次の部門別計算ですけれども、まあ、これはあの平成29年度においてがっつり丸々1問ですね総合問題形式で出されているのであの単体で1問、ね、出てくるってことは基本的にないかなと思います。 出てきても非目別計算部門別計算最後の,その個別原価計算っていう流れの中で、まあ、少し予定配布とか問われるぐらいかなと思うのであんまりがっつりとねあの理論対策っていうのをそこまでやる必要性はないのかなと思います。 まあ、計算については、もう担当合格時の、ね、知識ぐらいがあれば全然問題ありませんので、まあ、連立方程式業が解ければね、まあ、補助部門費の配布については何でも対応できるかと思いますのであの、その辺ね、もう直前期になってミスる方もあんまりいないかと思いますから、まあ、別途ね、何か特殊な対策はいらないかなと思いますは思、い、ただ、出される可能性は結構低いんですけど、あのこの平成29年にも問われてるです、ね、この補助部門費の配布に関する理論的な内容ですね。 ここは出されたときにできる人とできない人との差が出るところでもあるので、まあ、この補助部門費の配布と責任会計というここのテーマですねこれについては一応、ね、改めて本試験までには見直しをしておいていただきたいなとは思いますね、はい、もう部門別計算の理論で確認しておきたいのはそこぐらいです。まあ、それ以外は、ね、もうあんまり目を通す必要性もないかと思いますね。ね、はい、次の今度 かっこ3番で個別減価計算ですね。で、これは今年の本試験ではね。1つの山になってくるかなと個人的には思っています。まあ、個別減価計算自体はね。何かその計算手続きとしてわからないとかまあ、苦手意識持ってる方はほとんどいないのかな？とは思うので、あの割と本試験においてもね。シンプルな問題が出てくるかとは思うんですが、ま費、あ、目別部門別個別っていうね。まあ、その総合問題が出てきてもおかしくないかなと思います。 でまあ、計算のやり方自体はわ、ね、からないという方はいないと思うんですけれどもあの、まあ、ちょっと、ね、細かい論点として、まあ、子孫慈悲の処理ですねこういった直接経費処理とかあるいは作業崩が生じる場合の仕掛かり品勘定の作成とかですね、まあ、これを改めてちょっと本試験までには目を通しておいていただければなと思います。まあ、個別原価計算が出てくるときに子孫が出ないという場合はまずないわけですから、まあ、特にこの間接経費処理なんかが意外と解き慣れていないところでもあるので 普段皆さん解いている問題ってほとんど直接経費処理の問題になっていますから案外、その間接経費処理が問われているのに製造差し書に集計された金額を振り替えてしまうというねその元の子孫の発生原因となった製造差し書に振り替えてしまうというそういうミスをしてしまう方が割といますので、まあ、間接経費処理については、ね、改めてちょっと担当の問題で結構ですのであの目を通しておいた方がいいかなと思います。はいで 次の、括弧4、製造・間接非会計これはもうねよく出てきているところでもあるわけですけども、あのもう固定予算を使った分析とか公式を変動予算を使った分析ですね、この辺はもうね難なく対応できるかと思うんですが、あの意外とね、できる人、できない人で差が出るのが、この実査法変動予算、これ、全く主体実績がないところではあるんですけど まあ、テキストの説明ぐらいはですねやはり実際法変動予算の問題とかでも解けるようにはしておかなければいけないのでまあ当連などでもね出してはいますけどもあの基本的な計算の部分についてはちょっと見直しをしておいていただければなと思いますであとまあ製造関節機会計ではまあ,あの理論的なね内容が問われることも可能性としてはあるわけですけど案外これもあの理論問題出した時に正確に回答できる方が少ないところでもあります。 まあ固定予算の欠点を答えなさいといったときに案外、ねあの、正解できる方って少なかったりはしますのでその辺の典型的な理論の見落としというのは、ね、やはりあのもったいないことになるかと思いますからあの各予算の特徴、ですねここはちょっと目を通しておいていただければなと思いますね。まあ、固定予算や公式を変動予算実際法変動予算の特徴や、まあ、メリット、デメリットというところですね、まあ、そこはある程度、ね、本試験までに仕上げていってください。 で次のところ、今度総合原価計算ですけど、まあ、総合原価計算は非常に論点も多岐にわたりますし、まあ、あの出題実績も、ね、非常に多いところとなりましてこ、まあ、今年の試験でも出る可能性が非常に高いかなというふうに考えられます。で意外とあ,のあんまりね、ここ最近皆さん解いてないと思うんですけどこの複数原材料を投入するケースですねあの案外その論文のね。 総合問題だとこの問題形式といういやこの問題とかを、ね、解いている方は多くはなかったりするのでたまに解くと、ね、あの手が止まってしまうことがありますから、まあ、改めて、ね、ちょっと見直しをしておいていただければなと思います、はい、であとはこちらの真ん中の方にありますけど検査点の移設問題とかっていうのがちょっと怪しいかなと思いますので。 あのプレトーレンとかに検査点を移設するようなあのテーマにした問題があったかと思いますのでそちらの方ね内容を確認しておいていただければと思いますね、はい、であとはですねちょっと細い話でこれも申し訳ないんですけどこの比類化法というのはちょっとね見ておいていただきたいかなと思いますね比類化法と工程別計算の比類化法ですね。 まあ完全に切ってしまっている方もいるかと思うんですけれどもあの、比類化法についても、日照簿記一級の試験で、直近の試験出ていたりしますので、まあ、会計士の試験でも問われてもおかしくないかなと思いますから、テキストの説明ぐらいはね、しっかりと解けるように、あの学習の方をね、進めておいていただければなと思います、はい。あまり難しい問題ね、解ける必要性はないです。まあ、子孫とか幻想が出てくるようなね、そういった比類化法の問題、解けなくて結構ですので、もう本当にテキストの説明レベルのものをね、見直しだけしておいていただければ、それで OK ですね。 はい、であと、まあ、東級別総合原価計算で総合原価安分法とかは、ね、これはもう、ね、あの過去に出されたことありますけどもあの、まあ、出る可能性は極めて低いですし出ても、ね、できない方が多いのでここはもう切ってしまってもいいのかなとあと幻、ま、想、あの安定発生とかについても、ね、もう三角になってますけど、まあ、これも切ってもらっていいかと思います。ので まあ時間に余裕のある方は、ね、見てもらったらいいかと思いますけども、まあ、本試験で出る可能性は極めて低いかなと思われます、はい、で今度6番ですね標準原価計算ですけど標準原価計算、まあ、これはね一応過去5回連続で出ていますし基本的によく出てきているテーマでもありますから、まあ、やっぱりね学習の方はしておかなければいけないという論点ですね。 で特に見直ししていただきたいのはこの標準原価カードの作成のところをですね子孫、まあ、や減損っていうのが途中点で発生するようなケースにおいて標準原価カードっていうのを第一報あるいは第二報でちゃんと作れるかどうかですねもうここミスってしまうとねそれ以降の計算どんなに正確にできても回答を合わせることできないわけですから、まあ、標準原価カードの作成については計算と理論ともに見直しをしておいてください。 であと、まあ、再分析についてはです、ね、ちょっと難しめの再分析というのを普段から学習しておくのが標準原価計算についいては望ましいです、まあ、具体的にはです、ね、あのこの子孫と減損が同時に発生するようなケースですね、子孫と減損が同時に発生するようなケース。まあ、平成27年の本試験で子孫減損の同時発生というのがテーマに総合問題まる1問出されているんですけども。 まあこういうい同時に発生するようなちょっと難易度の高いものですね、これに慣れておく必要性があるかなと思います。はいまあ、逆に言うとここさえできればね、ね子孫、減損同時発生の問題が解ければ、大概のものは対応できるかと思いますので、ちょっと普段の学習で負荷をかけてね標準原価計算については見直しをしてみてください。で、今度次のページですああ4ページですね、括弧7番ですね。 まあ直接原価計算と CVP 分析についてのお話ということで、まあ、ここ最近ずっと出ていないテーマでもありますからちょっと今年の試験においてはね出てきてもおかしくないかなということで二重丸をつけています。で特に、まあ、この損益分岐点分析とかねもう今更さらできないという方はいないとは思いますけども、まあ、この損益分岐点の分析というところが一番問われやすいところでもあるので、まあ、しっかりと見直しをしておいてください。これはあの 直接原価計算方式だけじゃなくてできれば全部原価計算方式の CVP 分析っていうのも目を通しておいていただくと、まあ、安心かなと思います、はい、一応まあそういった問題当連にも出していますのであの復習がてらですねちょっと確認をしてくださいあとまあ経営レバリッジ係数とかですね多品種製品の CVP 分析はやはりね出てくる可能性が高いかなと思われますので、まあ、ここをしっかりとねちょっと確認してください で次の括弧8ですね予算管理の方に移っていきますと、まあ、予算管理についてはあの、まあ、いろんな形式で出てくる可能性がありますけど、まあ、過去、一番出ているのはこの損益予算の編成です,、ねまあ、すいません、これ、出題実績のところがちょっと平成27年2つ載っちゃっているので1個消しておいていただきたいんですけが、まあ、損益予算の編成問題というのがまちばよく出てきているということで。 まあ予算編成の問題っていうのもそんなにね皆さん数こなしていないかとは思うんですが、まあ、一応ね担当問題集に載っているもので結構ですので見直しはしておいていただきたいかなとは思いまますねあ、はい、あとまあ予算実績、再分析自体はあの割と機械的に対応できる部分ではあるので、まあ、セールスミックス分析マーケットシェア分析ですね、まあ、この辺の基本的な計算はもうできる方が多いかと思いますので別途、ね、特殊な対策はいらないかなと思います。はいで 次の5ページですねちょっと厄介なのがこの資金管理というところが、まあ、論点的にもねあのー、結構悩ましいところだと思うんですけどまあ割とねここ5年とかを見ると、まあ、5年のうち4回出ているのでまあ今年の試験も出てもおかしくないのかなぁとは思うんですが一応その担当の本試験ではねここ最近ずっと資金計算の問題ってあ資金管理の問題っていうのは出されていないので。 まあ、担当で出ていないから論文でどうなのってところはあるんですけれども、まあ、今年の試験についてはちょっと資金管理はそんなに、ね、大きな山にはならないのかなとは思います。でただまあ全く出な,い、ね、出ないかどうかっていうのはわからないので、まあ、出た時にある程度基本的なものは、ね、対応できないといけませんから一応ね本試験までにはこの資金計算書の作成のところについてはあの改めてねちょっと目を通しておいていただきたいなと思いますね。 まあ資金移動表とか資金運用表ですね、嫌いな方が圧倒的に多い分野だとは思うんですけども、まあ、基本的な、ね、そのフォーマットをです、ね、まあ、そこに穴埋めぐらいは、ね、ちょっとできるようにはしておいた方がいいかと思いますから、まあ、そんなに、ね、皆さんも問題演習をたくさんやってる分野ではないんですけども、あの簡単なものが出たときに、ね、最低限拾えるようにはしておいてください。まあ、結構、まあ、見てもらったら分かる通り、出てるんですよね、過去の本試験でも。 資金運用票はこういうふうに2回で出てますし資金移動表も問われていますし資金繰り表っというのも出されたことがありますから資金計算書を作るというのは本当によく出ているテーマでもありますのでちょっと基本的なその作り方というのは確認しておいてもいいのかなと思いますであとはもうここは大丈夫だと思いますけど、まあ、キャッシュサイクルですね、キャッシュサイクル、まあ、ここの計算についてはやっぱり出る可能性が高いというところとなりますので。 まあ昨年度も出ていますけどキャッシュサイクルの計算というのは、ね、しっかりと見直しをしてておいいください、はい、ただ、正直資金管理というのは出されたときに、まあ、去年の試験とかもそうなんですけどまあみんなできないです。 で結局、形のないものなので、まあ、基本的に見覚えのないものが出てくる傾向が強い分野でもありますから、まあ、本試験のまあ点数としては、ね、ほとんどの方は、ね、あの得点することができないということになりますので本当に数点取れればいいってぐらいのものになりますから、まあ、仮に本試験で出されてです、ね、ちょっとこれ見たことないなとうう思ったものが出てきたときには一旦飛ばしてもらっていいかと思います。 結構怖いところなんですよね去年の試験とかパッと見簡単なんですけど実際に蓋を開けてみると結構難しかったりするので見た目だと、ね、難しいかどうかの判断すら結構困難な分野でもありますから資金管理については出てきたときにはです、ね、よほどその基本的なものでない限りはですね、一旦飛ばすというのがあの受験戦略としては望ましいのかなとは思います。はい 少なくともねここができなかったとしてもですねあの自分だけあの他の受験生に差をつけられるっていう,ふうなことはね考える必要性はないので、まあ他の方もできていないだろうなっっていう,ふうにちょっと冷静に、ね、対処していくのがいいいかと思います、はい、で次の10番です、ねまあ、グループ系と文献組織の管理会計ということで,でここについてはですねやはり今年の試験でも一つの山になってきます。まあ 去年出ていませんからね、今年出てきてもおかしくないかなと思います。でもう事業部制の、ね、業績評価については、もう皆さん大丈夫だとは思いますけど、まあ、改めてね、本試験直前には、この典型論点についてはちょっと確認をしてください。事業部長の業績評価、事業部総合の業績評価のまあメリット、デメリットですね、ROI とか RI 使ったメリット、デメリットっていうのはね、確認してください。で あと意外と、ね、計算、間違いやすいのがこの内部振り替え価格、この計算というのが案外です、ね、間違える方いますので、まあ、電卓を1、2回叩けば、ね、答えが出るような話ではあるんですけどが、まあ、意外と資料の多さに惑わされてあの回答が出ないということがありますのでここは、ね、あの落ち着いて対応すれば絶対解けるはずのところですから、まあ、内部振り替え価格の計算については本試験でも、ね、あの点数を取らなければいけないんだという意識で取り組んでください。 で結構この分野についてはですね見た目の資料がものすごく多くなるケースっていうのがあります、まあ、資料が2ページとか3ページにわたって出されるという可能性もあるんですけどこれ論文のね試験受けるときに覚えておいていただきたいのはあの資料が多い問題ほど結構簡単ですあの資料が多いっていうことはむしろそのこと細かに回答の方針とかが書かれているわけですから 逆にその誘導に従って回答していけばいいだけなのでむしろラッキー問題が出てるってぐらいにポジティブに考えて取り組んだ方がいいですで実際に過去の本試験においてもこの分野においてですねものすごい資料の量が、ね、出てきたことがあるんですけど、まあ、その問題っていうのはものすごい簡単な問題だったので。あの その資料の多さに、ね、惑わされずにチャレンジできた方だけが、ねまあ、うまいこと点数を拾えたという、まあ、そういった本試験が過去にありましたけど、まあ、そういったものが出てくる可能性があるということは、ね、ちょっと心づもりとして持っておいてください。であとは担当の本試験では直近出ていましたこの企業価値評価とアメーバですねこれ、アメーバについては当連でも1回出してますけど、まあ、企業価値評価とアメーバ経については出されてもおかしくないかなと思われますので まあアメーバーなんかは別に覚えることはほとんどありませんから、まあ、理論的な内容です、ね、あの理論問題集にもあの2問ほど載ってたかと思いますのでそこの内容確認だけ、ね、ちょっとしておいていただければなと思います、まあ、企業価値の評価についてはねあの計画選択の方は別にあの特殊な対策はいらないのであの、まあ、計画の方で企業価値の、ね、評価の学習の方をねを進めていただければそれで OK です、はい、で次のところですね6ページ まあ11番の原価管理ということで、まあ、これはほとんど、ね、過去の論文の試験でも出された実績がないところとなりますので、まあ、出る可能性はそんなに高くはないかなと思いますけどここ、まあ、そろそろ、ね、出てきてもおかしくないかなということで、まあ、丸をつけていますで。皆さんとしてはちょっとやっておいていただきたいのはこの目標原価の算定のところですねここはねちょっとしっかりと見直しをしてください。 まあ原価規格というのが問われるときに目標原価の算定というのがやはり問われるわけですから、まあ、担当の問題集にも、ね、1、2問問題があったかと思いますけどその見直しだけ、ね、簡単にしておいてください。はい、であとは、ね、あの直近のちょっと担当の本試験を見ておいていただきたいんですけどこの原価改善に関するです、ね、問題というのが直近の試験で出ていますので。 まあ直近の試験の原価改善に関する問題ですね、まあ、これなんか論文の試験出てきてもおかしくありませんから、まあ、これはちょっと目を通しておいてください,、はい。もう計算対策としてやるべきことはそんなに多くはないので、まあ、この分野についてはね、そんなにもう時間をかける必要性はないかと思いますね。はい、で、次の12番の ABC ですね。 これはもうあの昨年度の試験でも出ていますし、まあ、あの結構、出題頻度も高いところとなりますのでこ、まあ、今年出てきてもおかしくはないのかなとは思うんですけど、まあ、ABC の計算対策っていうのは本当に大したことをやる必要性はないです。もう実際に過去の本試験見てみても難しい年っていうのはほぼないんですよ、ABC って。だからこの論点については出てきたときに結構ラッキー問題が出てくると、まあ、そう考えてもらってもいいかと思いますね。 まあこのちょっと1行目マーカーでチェック入れておいてください。出題された際に比較的簡単な問題が出される傾向にあると。まあ、去年も別に難しいもの問われていませんしね過去の本試験を見ても難しいものはありませんからここは、ね、しっかり時間をかければ結構報われやすい、ね、分野かなと思います。はい、ただ、普段の学習では、ね、そんなに時間をかける必要性はないかと思いますね。ね、はい、次の7ページで最後になりますけど。 まあ業務的意思決定とでここについてももうあんまり時間かけなくて結構です、<laughs> 題門○○一問という形で出る可能性は極めて低いのでどちらかというとあの原価計算の論点の中の、まあ、一つの設問として、ね、あの問題が用意されているとかです、ね、それぐらいのものだと思いますから、まあ、別途計算対策というのはいらないかなと思いますで仮に総合問題○○一問出されてもです、ね、あの高確率で難しくなります。 業務的意思決定っていうのは、これはねともすれば、割とその自分で自分でしかね解けないような問題とかが出てくることもあったりするので作った人間じゃないとこれ読み取り難しいじゃんっていう問題が出てくることが割とありえますのでここについてはね総合問題出てきたときには結構、疑問になると思ってもらっていいかと思いますのであのもうね別途対策をする必要性はないかと思いますね。ね、はい その代わり、最後の十四番の設備投資の経済性計算、この戦略的意思決定についてはしっかり見直しをしてください。ここは今年の試験の一つの山になってきますね。まあ、何が出るかわかりませんけどね。新規投資の意思決定が出るのか、取り替え投資の意思決定が出るのかっていうのは、これはわかりませんけれども。 あの何かしらの形で総合問題ですね、出てきてもおかしくないかなと思いますから、まあ、しっかりと当連の見直しの方をですね、えー、行っていただければなと思います。あとはね、このキャッシュローの計算のところがやっぱり一番ポイントになってくるので、まあ、この税引き後のキャッシュローの計算方法ですね、いくつかの計算方法ありますけど、まあ、そこを改めてね、あの確認をしてもらえればなと思いますね。 でこの分野についてはちょっと計算上の留意点についても、ね、触れていますのでここはねちょっと後で見ておいていただきたいんですけどもあの一応ね特に重要な2箇所ねマーカーでチェック入れていていただきたいんですが、まあ、これね、ね当連でもありましたけどこの資料の単位が円で与えられていて答案用紙が1000円で。 回答用紙が与えられているとこれ本当にねミスる方多いので、まあ、本試験これやっちゃうとねあの計算問題全部間違えることになりますから、まあ、答案用紙の単位っていうのを確認しながら回答するっていうのは、まあ、あの心がけてもらえればなと思います。であとはこの税率が40%ではないケースですね38%とか30%とか、まあ、そういった可能性もあるので。 あの税率についてはね。先入観を持たずに、あの問題文のね。資料っていうのをよく読んで回答していくようにしてください。はい。まあ、簡単ではありますけど、まあ、以上がですね。まあ、管理会計論に関するお話ということで。で、最後計画ですね。ちょっともう手短にやっていきたいと思いますけど。 まあ計画選択の方は、ね、ちょっとこちらまた出題予想を、ねあのー、見ていただきましてで過去の出題実績などを、ね、また掲載してあります。で1ページ、ね、見ていただくと、まあ、本試験の形式面の、ね、分析っていうのを行っています。でこのまあ形式面についてはです、ね、あのー ざっと確認するぐらいでいいんですけどもう皆さんご存知の通りですねこの経営管理の分野についてはまあ、基本的にまあ用語対策っていうのがまあ一番重要な対策になってくるのでまあ、用語を、ね、なるべく網羅的に覚えるってことを心がけてまあ、これからね対策を取っていただければなと思いますで文章問題とかもね出てきますけどもまあ、基本的に用語の定義を書かせる問題っていうのがほとんどなので あの何か、ね、考えさせて答えるような問題というのはここ最近ずっと出ていませんからあの難しいことを、ね、別に書ける必要性はないので、まあ、用語の意味というのを自分で答えられるようにしておくという対策だけ、まあ、やっていただければそれで、OK、でふ、はい、だからまあ普段の対策としては、ね、基本的に一問一答問題集とあと、レジュメというのが、ね、中心教材にはなってくるかなと思いますねこれをしっかりと反復することを、ね、重視して学習の方を進めてください。 でもう時間のない方は一問一答についてもです、ね、あの左側に穴埋めする箇所で右側に答えを載せているわけですけどもあの左を見て右を答えられればそれで OK です。 その逆パターンというのはできなくても,もう最悪いいですよ。あの用語を見たうえで、ね、まあ、そこの用語の定義を正確に書けるというところまでやっていくと結構時間はかかるので、特に5月担当、ね、あの合格したばかりの方に関してはなるべく、ね、もう時間をかけずに対策を取っていただきたいので、まあ、最悪用語を答えられればそれで OK と、まあ、そう考えてください。はい、あとはまあ余裕があれば、ね、当連で出されたものについても、用語だけは、ね、ちょっとチェックをしておいていただければなと思いますね。で 次の今度財務管理の分野ですけどもまあ財務管理の分野についてはまあ過去ねまあこういった形式で出されてますよというところを簡単にまとめているわけですが着目していただきたいのはこの表の一番左側文章の記述のところについてはまあ基本的にここ最近全く出ていないということで。 あのもう文章を書かせるものっていうのは全く、ね、出ていないので今後の試験においても出される可能性っていうのは結構低いのかなと思います出てきてもせいぜい12問ってレベルだと思いますからその12問のためにね何か記述の対策とかを取る必要性はないと思ってくださいで基本的にはね数値を答えさせる問題がほとんどということになりますので、まあ、数字が出ればそれで OK という認識で勉強を進めていただければ効率的にできるかなと思いますただ一応ねこの 文字式で問われることっていうのはあるので文字式についてはちょっと答えられるようにはしておいていただきたいかなとは思いますね。まあそんなにね難しいものが出てくることはないですけども、まあ、文字式使ってあの公式を書かせるような問題とかっていうのは出てくる可能性があるのでそれはね一応心の準備としてあの持っておいていただければなと思いますね。はい、で次ののページからが、まあ、具体的な各論点ごとの 出題実績と予想ということになりますけど、まあ、3ページ、4ページあと5ページですね、まあ、ここが経営管理に関する話となりましてで、まずね、ちょっと伝統的な論点ということになりますけども、まあ、この一番上の表を見てもらったときに、まあ、特に今年の試験で重要なのは、この、まあ、動機づけ理論とか欲求理論ですね、ここが特に目を通していただきたいところかなと思います。 まあこのマズローとかですねマクレーガーとかハーズバーグとかですねこの辺はもうね典型度の高い論点なんで覚えてる方がほとんどだとは思うんですけども、まあ、改めて直前期にね見直しをしてください。 であとまあリーダーシップ論は昨年度、ね、まあ、あの長らく出てなかったんですけどやっと出たということで、まあ今年の試験は、ね、そんなにがっつり出ることはないんですけどこのサーバントリーダーシップとかは、ね、用語の定義っていうのを書かせるものが出てきてもおかしくないかなと思いますので、まあ、ちょっと用語だけは、ね、確認をしてもらえればなと思います。で次の今度括弧2ですすね見ていきますと まあこの組織構造論とかですねあとまあ組織文化論とかですねこの辺はそこまで重要ではないんですけどこの知識創造論とかですね意思決定論とかあとまあバーナードについてはちょっと押さえておく必要性があるかなと思いますで。特にこの分野ではこの石モデルとかですねゴミ箱モデル。 あとまあこのバーナード理論ですねここについてはちょっと説明できるレベルに知識をブラッシュアップしていただきたいので説明問題が出てきてもおかしくないかなと思います、はい、ちょっとバーナードについてはね人に説明できるぐらいまでね知識を高めておいてくださいここはね結構大きな理論なんで出されるときにその説問1個ってことはまずないので説問2問とか3問とか出されてもおかしくないので ここはちょっとね入念にやっといて損はないかと思いますね。はい、で次の括弧さん企業戦略まあここねあの今年の本試験の一つの山になってきますけどこの戦略論総論と多角化戦略は特にね押さえていただきたいかなと思いますね。 まあ多化戦略についてはこれまあルメルトが有名ですけどもルメルトの高価戦略とかこのコ,ングルマコングロマリットディスカウントとか内部資本市場とかこの辺の言葉が特に重要かなと思います。あとはこれも試験員の著書から引っ張っているものではありますけど、まあ、このエーベルのドメイン定義とかアップフレーミングとかです、ね、マーケティングの金視眼とこの辺の用語というところは特に重要ですね。はい まあ特にそうですね、アップフレーミングなんかはこれ、説明させる問題が出てきてもおかしくないかなと思いますので、まあ、しっかりとね、ちょっと覚えておいてください。まあ、物理的定義をね、まあドメ物理、ドメイン定義を物理的に行っている場合、その抽象度を上げて機能的に行っていくっていうのがアップフレーミングですけれども、まあ、これをちゃんと説明できるようにしておいてください。で、次の括弧4ですね。もうちょっと 早く見ていきたいと思いますけど、まあ、このカッコ4番で取り扱っている分野についてはこの業界標準の確率のところとあとまあこの経営戦略の展開方式とここがまあ重要かなと、まあ、具体的な中身としてはこのネットワーク外部性って言葉がちょっと怪しいのとあとまあ買収防衛策ですね。 ここは出てきてもおかしくないかなと思いますので、まあ、この2点です、ね、あの中心に確認をしていただければなと思います、はいまあ、このネットワーク外部線については、ね、説明させる問題とかも出てきてもおかしくないかと思いますのでここも気鬱対策というのをちょっと行っておいてくださいで次のところですね4ページ目 まあ技術経営と日本的経営とこれも今年の試験ではね一つの山になってきますけど技技術術経経営営とというのは特に重要かなと技術経営とまあこの分野もね結構あの平成26年27年にまあ普通に出ているところでねあんまり覚えることが多い分野ではないので何が出るのかというのはちょっと難しいところあるんですけどまあこのオーバーシューティングとかまあ間の川、篠谷、ダーウィンのみとこの辺がまあ用語としては怪しいかなと思います。 であと日本的経営に関してはこの見えざる出資とか企業特殊能力とかっていうのがちょっと怪しいかなと思いますんで、まあ、ここについても、ね、ちょっと説明できるようにはしておいていただければなとは思いますね、はい、で次の括弧6番ガバナンスですねこれももう、ね、あの今年の試験では大きな山になってくるのでガバナンスと企業の社会的責任ですねどっちも重要です。 しっかり押さえておく必要性がありますね。で、コーポレートガバナンスについてはですね、も、ま、う、あ、本当にあの専門とされている先生が試験員担当されていますので、がっつり丸々一問出てきてもおかしくないと、で用語として特に怪しいのは、まあ、この政策保有株式とか、まあ、コーポレートガバナンスコードについては、ちょっとね、簡単に目を通しておいてください。で、あとは過去の本試験でもよく出ているですね、この期間設計っていうのはね、 あの非常に重要なテーマにはなってくるので基本的に今年ねちゃんと企業法の勉強されている方はあの別途ね対策っていうのはいらないんですけども、まあ、企業法免除の方とかでね期間設計とかを忘れてしまっている方は改めて見直しをしておいてください。であと企業の社会的責任についてはね、まあ、用語としてはこのノブレス・オブ・リージュとかこの特に ESG 投資っていうのがかなり怪しいですね。 ここは本当に出てくる可能性が高いところなので、まあ、しっかりとね説明できるようにここについてもあの確認をしていただければなと思います。はい、で経営管理の分野最後になりますけども、まあ、最後「括弧7番」についてはちょっとさまつな内容が多いんですけど、まあ、ドラッカーはねちょっと好きな先生いるのであの一応私がお配りしているレジュメの内容だけで結構ですので簡単に目を通しておいてください。 で用語としてはドラッカー絡みだともう過去に出てないもので主要な用語としてはこのインテグリティとかちょっと怪しいので、まあ、経営者に求められる資質のことを表しているわけですけども、まあ、経営者っていうのは真摯さが重要であると必要とされるという話になりますが、まあ、これなんかね欠かせる問題出てきてもおかしくないかなと思います。はいまあ、そんなとこですかね まああの一応ね、特に重要かなと思うところについてはマーカーでチェックを入れましたけど、まあ、初めに言った通りね、基本的にこの分野についてはあの、網羅性っていうのを意識して学習はしなければいけないので、あんまり切る発想でね、勉強の方は進めないように注意してください。で、次の5ページからファイナンスですけれども、まあ、コーポレートファイナンスについてはあの、基本的に企業価値評価ですね、ここがやっぱり重要です。もうね しつこく出ているところで昨年度出ていないんでまた今年、ね、出てきてもおかしくないかなというところで企業価値評価については、ね、特にフリーキャッシュローを、ね、割り引くという計算が圧倒的によく出てくるのであのそこについてはもう計算慣れている方も多いと思いますけども他にも、ね、あの修正、現在価値法とかもありますのでいろんな方法が計算方法としてはありますから一通り見直しはしておいた方がいいかなと思います。であとまあ財務諸表分析ですね。まあ、意外と、ね、本試験 あの簡単な指標とかを忘れてしまっている方いますので、まあ、本当に一番最後ですねあの3日目になってねあの企業法が終わった後の休憩時間の方でねあのこの指標の見直しっていうのは必ず行ってください、まあ、管理会計でもね勉強している指標については大丈夫な方多いと思うんですけど管理会計ではあんまりやらないこのパーとか PBR とかですねこの辺の株価関連指標についても過去の本試験では問われた実績がありますから この辺も定義を知っていれば確実に正解できる部分ですのであの取りこぼしのないようにしてください。はい、で次の括弧2番の投資理論についてはこれね昨年度出ていないやっぱりポートフォリオ理論は今年はま,あまず間違いなく出るかなと思われますのでポートフォリオ理論を勉強してないって方はいないと思うので大丈夫かと思いますけども。 まあポートフォリオの分散や標準偏差あるいはまあ共分散の計算とか相関係数の計算ですね、まあ、この辺の計算っていうのはね確実に対応できるようにしていただいてできればですねあの公式を文字式使って書き出せるレベルまでねここは押さえてもらえればなと思いますね。はい まあ最悪、ね本試験でテンパっても公式をい一旦ね書き出してみてそこに当てはめていけばいいんだという発想で回答できますからモデ式使ってその公式を出せるようにはしておいていただければなと思います。であと市場均衡理論、まあ、キャップ M ですけど キャップ、M、絡みではね、これ本当にやっちゃう方多いですけど、あのこの留意点の上から3行目ですね、市場ポートオリオの期待収益率と市場リスクプレミアムを混同してしまうというね、まあ、こういうミスが目立ちますので、市場ポートオリオの期待収益率と市場リスクプレミアムですね、これ混同しちゃうと一気にミスをすることになりますから。 だいたいキャップ M ミスると芋づる式に間違いが連鎖することになりますので下手するとその問題ね、ね注文〇〇一問を落とすことにつながりますから必ず資料で与えられているものが期待収益率なのかリスクプレミアムなのかというのを、ね、正確に読み取った上で回答していってください。はい、で最後、デリバティブですね。でデリバティブについてはあの総合問題〇〇一問という形で出る可能性があるのは基本的に先物とオプションですねスワップについてはもうね。 過去に総合問題、まる1問出たって実績もありますし、そんなに、ね、手を変え、品を変え出せるようなテーマではないので、まあ、先物とオプションの方をねをどちらかというと重視しながら、学習の方を進めていただくといいのかなと思います。はい まあ簡単ではありますけど、まあ、以上が、ねえー、まあファイナンスに関するお話ということになりまして、まあ、計画は、ね、あのそんなに時間をかけなくても、あの本試験に対応できるレベルまではいくかなと思いますので、あのー、まあできるだけね後回しにしてもらっていい科目だとは思いますから、あの他の科目を優先的に勉強の方をを、ね、していただければなと思います。で、最後になりますけど、ちょっとこれ、講座のご案内ですけども、あの今日皆さんにお配りしているこちらですね。 でこちらの中にあの3ページに過去問レビューっていうのを、ねあのー、載せてあるんですけども、まあ、これ各科目ごとにですね過去の本試験の、まあ、そういった、ね、理論のチェックをしていくという講座を提供しておりまして経営学だけはねちょっと計算対策ってことにはなるんですけども、まあ、最後の最後ね、ねちょっとあの理論対策ってところを仕上げるときにです、ね、使っていただける講座となりますので、まあ、ぜひ、ね、1つあのご検討いただければなと思います。はい まあそれでは、ね、だいぶすいません時間を押しちゃったんですけれども、まあ、以上がですね出題、えー、予想会ということになりますので、えーまあ、皆さん、えー、今日は、ね、長い間お疲れ様でした。